ようございます、ナイツの土屋です。おはようございます、ナイツの花輪です。ゴールデンウィークですけどね、今年はどこも混雑してたみたいですね。うん、あ、ごめんなさい、ちょっと LINE が入ってきちゃいましたね。今日何時に帰ってくるって、あ、奥さんから、ごめんなさい、生放送中。いや、本当ですよ。うん、ダメですよ、そんな。後で見てください。うん、LINE アプリアンインストールするの忘れてました。そこまでしなくていいんですよね。ごめんなさい。いや、大変ですから、今、うん、携帯の電源だけ切っといてください。はいはいはい、何の話でしたっけ、それ。いや、ゴールデンウィークでしょ。あ、そうですね。うん、僕もね、お休みあったんですけどね、そこで、びっくりすることがね、うん、あったんですよね。何ですか、うん、あ、ごめんなさい、ちょっと LINE 入ってきました。すいません。今日一緒に唐揚げでも食べに行きませんかだって。行かねえよ、生放送中に LINE 送ってくる。だから LINE 見ないでください。はいはいはい、誰からなの？これ相席スタートの山添です。山添か。はい、いや、ラビットで炎上したけどね。いや、しばらく唐揚げ食べるな。今日は行けないって言うんですよね。妻と用事があるから。妻用事が、ね、あるからね。あえて言ってるでしょ、それね。いや、店頭の唐揚げ妻用事さして問題になってますけど、うん。まあいいですけどね。それでね、うわ、ちょっとまた LINE 入ってきちゃったの。なんなのね。いや、もうだから携帯切っといてよ。うん、だもういい接骨院知りませんか。知らねえよ。生放送時に送ってくんだ、こいつ。誰なの、今度は。一ノ城だよ。今週引退した？だこいつ。一ノ城、腰痛の病院のこと、それね。いや、あとこいつとか言うな。ああ、もう一つなんか LINE が届いてるな。なんだこれ、グループ LINE の。まあ俺関係ねえやりとり。いいよ、もう。すんなよ、もう。なんか赤ちゃんの写真添付してるけどさ。なんだそのグループライン。なんか俺と戸田恵梨香と松坂桃李の3人のグループライン。どんなグループラインだよな。なんでその3人でやってんのね。関係ねえの、俺赤ちゃん。絶対花さん邪魔だろ、それ。まあ、話戻しますけどね。ゴールデンウィークですけどね。あ、G メールが届きた、今度。今度はメール来たのね。見なくていいでしょ。一斉メール、一斉送信して失礼します。今夜イベントを行うので、お時間、ある方はぜひ来てくださいみたいな。今度は誰なんですかね。チャールズ国王から。すごいイベントだな。はい、でイギリスのチャールズ国王 ?G メールで、うん、いや、確かに今日戴冠式行われますけど、そんな舞台みたいな誘い方しないでしょ。うるさいな。事務所からバッキンガム宮殿にお花出しといてね。そんな対応で、いや、合ってんのそれね。合、うん、ってんのその対応。ゴールデンウィーク漫才やらせてくださいよ。うわ、もう最悪だ。電話かかってきちゃった。あ、もしもし。出るなよ、もう。はい。電話出るなって。あ、わかりました。あ、もう、じゃあ終わりにします、漫才。はい、失礼します。あ、漫才終了宣言を、なんか出されちゃったんで、もう終わりにしますね。誰からですかね。これ、テドロス事務局長です、ね。いや、緊急事態宣言終了したばっかなの？もういいよ。どうもありがとうございました。土曜ワイド、ラジオ東京。ナイツの、チャキチャキ大放送。5月6日土曜日朝9時になりました。おはようございます、ナイツの土屋信之です。おはようございます、ナイツ花信之です。おはようございます、 TBS アナウンサーの出水舞です。 FM905AM954 の TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送、朝9時からお昼の12時45分まで3時間45分の生放送です。 TBS ラジオクリーンサタデー、この時間の放送は埼玉県戸田送信所からみんな電力より供給される秋田県山本郡八峰町の峰浜風力発電で作られた電気でお届けしています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ゴールデンウィークですからね。本当ですよね。だから水木と、うん、ラジオがお休みだったんで、ね、ちょっと久しぶりな感じが、ね、連休でしたね、うん、ゆっくりできました。まあ、ゆっくりしましたね。うん、よかった。どっか行ったんですか。僕は、はい、ちょいちょい、まあ、その実家ですね、かみさんの実家です。奥さんの実家、実家行ったり、うんうん、茨城の植物園で、おお、行ったんだ、猛禽賞行ったりとか、猛禽、あ、うん、なるほど、鷹とか、鷹、フクロウ、賞なんかやってんの、あ、やってんの、やってんの、かみさんの妹がなんかちょっと鷹を、鷹賞みたいなのをちょっと手伝ってて、そうなんだ、そう、茨城ですごいやっぱ渋滞で、3日だったな、3日の朝出発したら、もう3日の朝、うん、野球見に行ってなかった。夜ね。あ、その後行ったんだ。そうそうそう。3日の朝すごい混んでたでしょ。3日の朝すごい混んでたから。だってなんか朝からニュースで、はい、やってた。で茨城だから、常磐道、常磐道、もう事故が2つぐらいできてて、だからもう早い段階で、あ、もうこれ無理だなと思って、ショーに間に合わないと思ったから、もう北千住で降りて車を、下道で行ったんだ。あ、いやいや、もう電車で行った。あ、そうなんですね。うん、急遽。初めから電車で行けばよかった。
北千住まで車で行ったってなんかもうめんどくせえなそういうの後で都内行くの都内北千住までつくばエクスプレスかなんか乗ったの常磐線、ね、あ常磐線か、うん、あそうで行ってもうショーを見たら、うん、もうすぐ俺だけその東京ドームあるから、うんうん、もう戻らなきゃいけない全部一人で帰って、うん、でしたねもう子供たちもでももうそんなにその公園でいられなかったみたいなね。もう現象を見て、うん、そうで夜は、うん、あの南原さんと出川さん、うん、バカリズムさんと一緒に野球見てきた、うん、豪華メンバーで豪華なお席でご覧になってましたよね、うん、そうなんか日テレからね日本テレビさんが、はい、撮っていただいたらしい完全にもう日テレさんにそうそうそう、はい、俺はやっぱり南原さん NG だからややこしいな。そうでしたっけ？内村さんは花さん NG で。うん、俺は南原さん NG。南原さん NG とか言える立場じゃないから。大先輩だから。めちゃくちゃ楽しかった。行きたかったな。最高の試合でしたからね。あれだから2日連続ルーズベルトゲームだったね。8対7。一番面白い試合で。逆転、どっちも逆転で。で、その、3日の方だから、うん。ブリンソンでしょ？ブリンソンっすよ。俺はねもうブリンソンに関してはわけわかんないのよ。わけわかんないね。守備怠慢だしさ、走塁ポカするしさ、うん、でいきなり4安打でしょ。でさそのメンバーだと、うん、まず南原さんばかりさん、うん、松野さんはそんなにこうどこのファンとかまあなくて、うん、どっちかというとパ・リーグ、ソフトバンクとか日本ハムが好き。ね、うん。でもまあ日テレさんと一緒だったから、うんうんまあ、一応みんなこう巨人になる出川さんもタオルねしてやってたんだけど、うん、出川さんだけはやっぱそれはできないと、もうやゴリゴリのヤクルトファンだから、うんそうなんだよね、もう自前のなんかちっちゃい傘持って、うん、もう東京温度、ね、そうそうそうヤクルトのねやってたんだね、うんうん、でも最初はもうヤクルトが6対0で勝ってたから、うん、もうずっと一人でそのなんかこう何あのベランダみたいなとこ出て一人で何東京温度やってんだけど、うん、周り誰もそ, うん、そんなことやってんの一人だけやってるルームみたいな、めちゃくちゃ見られてて周りから目立ちますもんね、目立ってて一人東京音でやっててさ、うんうん、でそのもう上機嫌でブリンソンが、うん、その途中走塁ミスして、うんうん、まあ、あれと、まあ、アウトカウント間違えたんだよね多分ね、もう何やってんだよだからあの時も今年だけで何回やってんだよって、もうさもう出川さんもう喜んじゃって、うん、もうブリンソン楽しいっつって、うん、もうブリンソンでと高笑いしてて、うんうん、そしたらさだんだんその中ブリンソンが打ち始めて、もう途中で2本あのツーランも打ったでしょ、はい、でもう その頃からちょっとやばいやばいよ、うん、リアルやばいよやばいよが出始めて、うん、ちょっと俺ブリンソンのことバカにしすぎたかもしれないって焦り始めて、うん、で最後もう逆転ホームラン打ったから、いいよな、うん、完全に俺のせいだっつってたいやみんなそう思っちゃうんだよね、そうなんかバチが当たったんじゃないか、ブリンソン笑ったバチだと言ってた、うん、だからブリンソンあれだけ守備さなんかこう間違えたりさいろいろしてるのにさ、うん、チームのために貢献したいしか言わないんだよ、それがおもろいよ、ね、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、貢献したいと思ってんの、ファンを愛してるって言って、うん、いいじゃん、だから、だからいいんだよ、応援したくなるよ俺ブリンソン、応援したいよブリンソン、大ファンになっちゃったもんブリンソンでしょ、最高だよ、もう俺ウォーカーもね、ウォーカーもなんかちょっと見た目も似てて、そうなんだよね、うん、やっぱりさなんかこう大きくてさ、うん、そういう黒人のね、うん、要するに人多いじゃないですか、うん、助っ人の人がさ、うんうん、だからオコエとかもさ、うん、なんかやっぱ大きくて右のバッターだからさ、うん、結構みんななんかこのやっぱり一瞬分からなくなるね、外野守っててさ、うん、ああそう、うん、オコエさんは出てこなかった、うん、出てなかったけどさ、やっぱみんな180cm 以上あって、本当ブリンソンとウォーカーはでっかいんだよね、やっぱ遠目でその何球場で見てると分かんない、うん、そう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 、うん、だからよくなんかこの前もなんかラジオの中継聞いてたら、うん、最後のあセンターなんかレフトフライかセンターフライか取った時に、ブリンソン取りました、あ間違えました失礼しました、ウォーカーでした、あ失礼しました、オコエでしたみたいな、あそう2回間違えしたからね、実況の方が、実況の人も間違え、一瞬分かんないんだよね、うん、やっぱりみんなでかいから、はい、ああやっぱりだからちょっと戦力的にはね巨人はいいんですけどね、打線いいよね、なかなかこう投手陣がっていうところですけどね、でもね、うん、大勢が出てくる時、最近見に行った大勢が出てくる時の演出すごいね、うんうん、あそう、まあ、だから8回裏で、うん、逆転したでしょ、うん、ブリンソンで、うんうんうん、でその後の9回表、うんうん、大勢出てくる前に1回東京ドーム真っ暗なの、照明が完全に落ちて、おなんだなんだ停電かってなったら、デンデン
てんてんみたいな感じで、いいねいいね、急なんかナインイニングナインとか出てきたら、なんか、え、何これ何の演出って言ったら、どんどん大勢とか出てきて、めちゃくちゃかっこいい演出で、最近暗くすんだよね、ヒーローインタビューの時とかもさ、暗くするじゃん、演出をちょっと凝ってるのね、そのドームの、あれちょっと鳥肌立ったね、やっぱ WBC もあったし、入ってきた大勢の2年目でしょ、2年目の選手にあそこまで演出して、でしっかり抑えてたからね。抑えてたからね。あれ、大勢の時さ、野球は人の心を動かすことみたいなの出るじゃん。あ、なんかあった、ね。あれ、大勢だけなの、他の選手も出んの、他の選手もなんかいろいろ、いろいろあるキャッチフレーズは出てたと思う。あ、出てたんだ。やっぱ大勢の時がやっぱ、とびきりかっこよかったね、なんかね。演出が。いやで、その次の日も8対7で、昨日の、まあ、巨人、中日戦は、ちょっとあれでしたけど、ヤクルト、ベイスターズ、11対10。あれやばかったね昨日俺見てたけど、10ホーマー11ホーマー両チームで、昨日もずっと見てたの、見てて楽しいでしょうね、空き時間があってさ、もうほんとずっとダゾーン、ダゾーンでさ、駐車場で見てたんだけど2時間半まるまる面白すぎて、もう喫茶店行かなくていいやと思って、そうなんだ、車の中でずっと車でね、超楽しかった、野球面白いね、面白い、盛り上がりますね、どっちでやったんですかスタジアムは、昨日、昨日神宮球場、神宮、うわいいじゃない、気候も良かったし ね、神宮でも見たい、長岡ですよ、最後サヨナラホームラン、つば九郎タイムス来てくれた若手のね、そうそう、CS でね、こちらやってるつば九郎タイムス、ヤクルトの番組、サヨナラホームラン打って、山崎康明をねこう打ってみたいなね、そうそうそう、いやすごいなと思って、ね、ゴールデンウィークってやっぱりなんかちょっと選手もちょっとあれなのかね、あ、そうかもね、違う力みたいなのが出んのかもしれないね、もう昔からね、ファンもすごいしね、子供たちも来るし熱狂してね、いや面白いですね、盛り上がってた、野球はいいわ、僕はねその3日の日はもう家族子供を実家連れてって、あの奥さんが、三女が風邪ひいちゃって、もう朝もう咳ひどいからもうやめようっつって、で長女と次女と俺だけ出かけたの、初めてだったのそんなの、だから結構子供を寝かしつけたりするのが大変で、でももう長女と次女をこう寝かしつけたら俺も寝ちゃって、で途中まで俺も野球見てたの、その8対7とかね、終わったね、それでもう寝ちゃって朝起きたら実家にいるお父さんが、ブリンソン打ったよみたいな、静岡さんそこで自分の実家のね、知ったんだけど、その後に、次の日に公園にちょっと行ったんだけど、家族で、なんかアスレチックのいっぱいある公園に行ったんだけど、もうなんかそこのなんかホームページとか見たら、着替えは絶対持ってってくださいと、結構絶対水に落っこちるアトラクションがありますみたいなさ、まあでもそこを避ければいいんじゃないかなみたいな思って、俺は着替え持っていかなかったの、でも子供は一応着替え持ってった方がいいって奥さんも言うから着替え持ってって、それで車にその着替えを置いて、それでアスレチックやったんだけど、やっぱりこのターザンのとこで長女は大丈夫だったんだけど、次女がやっぱり力がそんなないから、下半身、ブシャーンって水入っちゃったんだ、でズボンびっちょびちょで、でも超泣いてて、それでもう早くもう車に行って着替えたいっていうの、でまだ始まったばっかりだから、これ今から戻るの大変だから、もうこれどうせ暑いから乾くから、このままやれよみたいなことで、でずっとテンション下がってんだ、でその時にまたさ、多分前の家族がさ俺のこと気づいてさ、なんかジロ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 見てくるからさ、なんかもうこっちから「あどうも」みたいな話しかけたわけ、そしたら「あ家族ですか」みたいな「そうですね」みたいな、そしたら「花さんも やればいいんじゃないですか」みたいなさこと言うのよ、それで運動神経悪いのを何か言ってるなっていうのは俺は分かる、期待してるんだ、でだけど「いや俺はちょっとこれはやりませんけど」っつったら、あ、まあ、そうですよね、できないですもんね、だから挑発じゃん、だからこの家族と思ってそれでこうぐるぐる回ってた、最後このなんつうのかな、こう海にさ、水にさ、スポンジじゃないけどなんかこうマットみたいのがさ浮いてんだ、浮いててボン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 ってやって、竹地上みたいなね、
竹城、うん、みたいな、サスケとか、それを渡るみたいなのがあって、うん、それは回避できなかったわけよ、うん、回避するルートがちょっと分かんなかった、うん、はい、通るにはもうそこ行かなきゃいけないね。 それで、まあ、長女はそれポンポンポンってやって、うんうん、で次女もなんかテンション下がってたんだけど、それはなんとかやれたのよ、うん、でじゃあ次パパなみたいな感じだからさ、うん、もう本当にもう絵に描くようにポン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 ズルズボッて首の下まで、首の下までリュックサックごと全部、あ、荷物も、うん、最悪、実家であの母が作ってきてくれたおにぎりとかブッシャーンとして、で「ハァー！」っつって、でこうやって上がってたの。そしたら、まあそのさっきいじってた家族じゃない家族は、うん、お父さん偉いですね、娘さんのためにね、うん、わざと落ちてねみたいなこと言うんだけど、違うこれマジでさっきそのいじってた家族のお父さんは、うん、さすがですねさすがですとか、さすがなんだこいつと思ってた。それで俺もうびっしょびしょになっちゃう、そしたらそこから次女が超元気になってさっきまでテンション下がったのに、次行こうよパパみたいな、やり返してきた。素晴らしいじゃん、素晴らしい、みんなを元気にしたじゃん。そうですよ、みんなを元気にしたよ、ね、オーディエンスも再現で、うん、ねえ、うん、乾かなかったから乾かないぐらいの濡れてたからね、本当に。アメトーク番外編で、うん、みんなを元気にした。着替えを持っていかなかったからね俺。そうか、うん、そのびしょ濡れで帰った。びしょびしょで帰ったの、うん、あ、びしょびしょで、もう昨日着たパジャマを着て帰ったから車で。そうなりますよね。あ、そう。大変だね。大変でした。そんな深いんですか。危ないですね。あ、でも130センチ。130センチのところで首まで濡れて。要するにもうこうやって倒れちゃったから。結構子供なんかは足つかない。子供はライフガード。ライフガードつけるの、ね。あ、そう。うん、あ、ちっちゃい子ね。うん、いや、それはでも着替え持っていかなきゃダメだね。着替え持っていかなきゃ、だからもう絶対着替え用意してくださいっていう意味が、うんうん。荷物も置くとこあるでしょ、本当は。荷物はロッカーもある、うん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 、ロッカーもあるから、だから確かにその前の何回も来てる家族はもっと身軽だった、うん、どうでしょう。お弁当持っていかないでしょそれ。え、お弁当持っていかないでしょそれ、入水するところ。そう、だから俺は舐めてたんだよ。だけどやっぱりなんかまあ運動神経もある、普通の人は、普通の大人はそこでは落ちない。だけど俺その方悔しいから、うん、びしょ濡れになりながら、うん、ずっと誰か他に、ああ落ちないか見てたなと思ってたら、うん、3組目ぐらいの後のなんか中国人の家族のお父さん落ちてた。しめしめと、うん、俺だけじゃないんだぞっていうのを子供に見せて、それでちょっとテンション上がった、うん、関係ないからなこれは。お父さんやっぱ人の失敗でみんなテンション上がるんだ。テンション上がる。じいじょうちゃん可愛いですね、喜んでたんだ元気になってたよ、元気になった。最悪だったよ本当に。いやーゴールデンウィークでね、ゴールデンウィークまあね、まだねゴールデンウィークですから、ちょっと車の中で ね聞いてくれてる人もいるかもしれません、ね、今 U ターンラッシュなのかね、今日なんか、ね、もう始まってんのかな。今日は上りが混んでるんじゃないですかね。後ほど交通情報もお伝えしますが、そうですね、うん、ね、大変だよね。そんな中、じゃあ今日のメッセージテーマの発表です、うん、テーマは今年のゴールデンウィークこれまでのところ何点、うん、ということで、うんうん、まあもう折り返してね、あと2日となりましたけれども、これまでのところのなんか採点をちょっとご自身でしてみて、 あとその理由も添えていただけると、ね、そうですね、まあ、久々に制限のなくなった連休というのもありますしね、うんうんうん、どう過ごしたのかちょっとそうだね、したいと思います、うん、メール送ってください、はい、お待ちしております、はい、メッセージの宛先、電話の方は 0335821111、 0335821111、ファックスの方は 0355620954、 0355620954、 メールの方は chaki@tbs.co.jp です。お名前、電話番号、住所などを添えて送ってください。メールを紹介した方には番組のステッカーをプレゼントします、はい、今年のゴールデンウィーク、うん、これまでのところ何点というテーマですね、はい、しております。さあ、ではナイツのチャキチャキ大放送、今日のメニューの紹介です。9時25分頃からは今週起きたニュースを常連さんと振り返るコーナー、常連さんに聞いてみよう。今日の常連さんは榎木戸一郎さんです。そして10時30分頃からはナイツのお二人と直接電話で話をするチャキチャキテレフォン、聞いて聞いてです。
ゴールデンウィーク今日はこんなところに出かけていますですとか、渋滞にはまっているので暇つぶしに電話で話したいなど、ナイツのお二人に話したいことがある人は内容をできるだけ詳しく書いて、お名前、電話番号、住所などを添えてメールで送ってください。アドレスはチャキアットマーク tbs.co.jp です。電話に出てくださった方にはチャキチャキ特製クリアファイルをプレゼントします。はい、そして11時からはゲストコーナー東京よもやま話。今日のゲストは女子レスリング金メダリストの遠坂絵里さんです。その後11時30分頃からはアコムプレゼンツ爆笑初めて演芸場、毎月一組の芸人が登場してエピソードトークを披露してもらいます。5月は吉本興業所属お笑いコンビレインボーの2人が担当です。はい、そして12時15分頃からは G1 シーズン恒例ナイツのチャキチャキ競馬講座。今日取り上げるのは明日東京競馬場で開催される NHK マイルカップです。はい、じゃあ今回もですね、土屋さんの予想の他に、はい、リスナーの皆さんから寄せられる世相馬券予想の中から花さんが一つ選んで毎週ヤホー馬券を決定します。うん、このヤホー馬券に選ばれた方には JRA オリジナルグッズをプレゼントいたします。はい、世相馬券ね、まあ、例えば今週活躍したスポーツ選手、ブリンソンとかいいかもね。いいですね。まあ、背番号の馬券とか、まあ、大きな出来事から導き出す時事ネタからね、連想する馬券です。はい、はい、さあそしてあの番組ツイッターをフォローしていただいて、ハッシュタグヤホー馬券をつけて皆さんの世相馬券予想をお待ちしています。番組の競馬講座ツイートもぜひリツイートしてください。はい、12時30分頃からは初心者歓迎真っ昼間大喜利です。今日のお題は、世界一周旅行初心者にありがちなミスとはというお題です。お願いします。番組ではインスタグラムですとかツイッターなどもやっておりますので、よろしければご覧ください。そしてぜひフォローをお願いします。お願いします。そして10時からは富山絵里の東京チャキチャキリポート。 TBS の富山絵里アナウンサーが東京のいろんなスポットから中継リポートをします。さあ今週はどこに行ってるんでしょうか。読んでみましょう。富山さん、はい、おはようございます。おはようございます。今日はね、豊洲にやってまいりました。豊洲、はい、いいお天気なんだけど、風がすごくて、ほら、そう、今日風強いの。風の音聞こえます？聞こえる聞こえる、うん、そう、ちょっとね、今 ね、イヤホンで音聞いてるんですけど、風の音がすごすぎて、ちょっとね、立ってられないぐらい乗れなくてなります。そう、海沿いだから、ちょっと軽くね、隣の駅まで飛ばされそうになってたんですけど、軽いからでも踏ん張ってくれました。いやもうね、目の前に海があるんですけど、あのうねってて波が、そうなんですよ。それ空見るとやっぱり青空なんだけど、ちょっとね、クラゲみたいな雲が浮いてたりとか、なんか不思議な気持ちになる。海と海みたい。海と海、下も上も。あ、そうか、雲がクラゲだからね。それ今豊洲公園なんですけど、豊洲駅から海の方に橋渡るんね。そうするとあの芝生広場が広がってて、なんか聞いたことありません？あ、今ね、私の左側をね、ゆりかもめが通り過ぎていきました。はい、豊洲公園、以前3月11日に防災イベントでも来たんですよ。そうですね、そうそうそう、全くそこの公園なんですけど、今日はね、芝生広場でね、ゴールデンウィークのほら最後の土曜日だから、割と遊んでる人多いかなと思ったんだけど、まあ、子供2人とお父さんがあのちょっとかけっこしてたりとかはしてるんですけど、すごいでしょ。私の声聞こえます？大丈夫？聞こえる聞こえる。あ、よかったよかった。それでね、ちょっとね、遊具とかこの前見る時間なかったから、見に行ったら面白い遊具がいっぱいあるんですよ。なんかイルカに乗ってで、こうブラブラ揺れるようなので、持つところがほら潮吹いてるように見えたりして ね、そうそう。あとはね、ブランコもちゃんと今すっぽりあの囲われるような、あのタイプのブランコで、それでしかも遊具の下はね、クッション性の高いね、なんかね、あの地面になってるんですよ。子供がちょっとこう落ちちゃっても、まあ安心みたいな。そう、すごくね、子供に優しい公園だなと思いました。砂場もあの柵で囲われてたりして、そうそう、結構面白い公園ですね。もう風がね、本当にね、ちょっと強いんだけど、ま、ほらスズメもさ、なんか風に吹かれちゃった。風が大変ですね。持っていかれてますね。大変、飛ぶのもね。はい、自転車の方も多いですけれども。そうなんですね。それで、散歩してる方も多いしね、ワンちゃんの散歩してる人も多いし、という公園なんですが、今日は何をしに来たのかって話なんですが、今日ね、この豊洲公園の
花木って書いて花木とモニュメント広場、うん、で、TBS ラジオゴールデンウィークフェスティバル2023っていうのをやってるんですよ、はい、あともう一つ会場があって ララポート豊洲の方の、うん、屋外のイベントスペース、そこでもね TBS ラジオのね、公開録音なんてあったり、うんするんですね。いいですね、ラジオイベントだ。そうそうそう、うん、そうなんですよ、ラジオイベントで、それで私がいるのはこの豊洲公園だから、うん、花木とモニュメント広場っていうところで、うんうんうん、何をしてるのかってことだと、うんうんうん、自転車のね試乗ができるそうなんですよ。楽しそう、いいですね、うん、いいでしょ、うんうん、すごいんだから、なんかこの29社ぐらい自転車の会社が集まって、うん、最新の自転車が、はい、楽しめる、乗れる。で自転車に私絶対乗れないでしょってよく言われるんですけど、乗れるんですよ。ただね、乗らないだけで絶対乗れないでしょって言われるんですか。乗らないでしょって言われるんで失礼しちゃうでしょ。で乗らないだけなんです、本当に。最後に乗ったのいつかなって思い出せないぐらい、うん、気をつけてくださいよ。大丈夫大丈夫でしょ、1回乗れたら、うん、本当に大丈夫大丈夫。あとね、お子さんもね、うん、いろいろ自転車教えてもらったりとかできるみたいだから、うん、いいですよ、家族で ね、 確かにね、ほら今日土曜日晴れてるしね、ゴールデンウィーク最後、広いとこ、ね、ないとなかなかできないからね、練習も。そうなんです、だからちょっと私最新の自転車を今日は体験してみようかなと思って、うん、おー、あ、いいですね。暑いんだけどね今日ちょっと外、うん、皆さん帽子かぶったり、そうですね、まあ、風が強いからちょっとね帽子飛ばされないようにちゃんとゴムでピッて止めて、うん、あとお水も忘れずに、今26度ぐらいあるので、ね、風が強いから ね、 中傷もね、そういう風に感じないんですけども、うん、そうか、じゃあ風に気をつけてねお出かけいただきたいです。エリさん、ね、転ばないようにしてくださいね。大丈夫、なんかね、 うまい具合に風が後ろから来ると楽に歩けるの。そんなうまいことないでしょ。うまいことならないでしょ別に。そんなに強いのか。気をつけて、じゃあ、うん、まあ、わかりました、気をつけます。はい、14時の中継、よろしくお願いします。それでは土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、12時45分までお楽しみに。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。はい、そこみちおです。トリセン週末ショッピング情報です。おいしい料理を囲んで家族団らん、子供の日特集好評開催中。日曜は恒例お肉のびっくり市開催。安全です、新鮮です、トリセン。兄さん姉さん父さん母さん聞こうな、ほんなら今からみんなで一緒に行こうな。兄さん姉さん父さん母さん聞こうな、ほんなら今からみんなで一緒に行こうな、行こうな。パチンコ&スロット、自社の製品が思うように広まらない、 SNS を活用した企画を立てたいとお悩みのあなた、 TBS ラジオでは音声コンテンツを活用したポッドキャストや SNS など様々な企画であなたのニーズにきっちりお答え、資料は無料でダウンロードできます。 TBS ラジオ営業サイトで検索。時刻は9時28分です。ここでネクスコ東日本がお送りする TBS ラジオゴールデンウィーク交通情報です。警視庁の楠場由美さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。お伝えします。関東周辺を通る高速道路、この時間は順調です。この後10時頃から東名や中央道上りの渋滞徐々に出てくると予測されています。神奈川箱根のターンパイクですが、事故で両方向通行止めでしたが9時に解除されました。埼玉県道本庄目沼線、本庄市の堀田交差点と滝瀬の間は事故で両方向通行止めです。都内中山道の上り板橋区中宿交差点の先、事故処理が続いていて3車線のうち2車線が通れません。警視庁から以上です。警視庁の楠場由美さんでした、ありがとうございました。次の TBS ラジオゴールデンウィーク交通情報は9時52分頃お伝えします。ここでネクスコ東日本からのお知らせです。いつも高速道路をご利用いただきありがとうございます。本日首都圏の高速道路では上り方面でお昼過ぎから夜にかけて最大 20km 程度の渋滞を予測しています。ネクスコ東日本ではリアルタイムの渋滞情報のほかに、渋滞をできるだけ避けていただくため事前の渋滞予測もご案内しています。渋滞予測はドラプラで検索してください。
スマホの方にはドラプラアプリが、ドラプラアプリがおすすめです。ドライバーの皆さん、渋滞緩和や衝突事故防止のため、前方に注意し、十分な車間距離をとって運転してください。また、運転中に眠気や疲れを感じたら、無理をせず早めの休憩を心がけてください。ネクスコ東日本からのお知らせでした。TBS ラジオゴールデンウィーク交通情報。この番組はネクスコ東日本がお送りしました。ここで JA 全農群馬からのお知らせです。群馬県では利根川水系の豊富な水源と寒暖差のある広い高地など恵まれた自然条件をもとに、キャベツ、キュウリ、ナス、ほうれん草、トマトなど年間を通して様々な新鮮野菜を栽培しています。食品の値上げが騒がれている昨今、群馬県の生果物も悲鳴を上げています。肥料や資材の生産コストが上昇している中、作物に必要な肥料などの使用を減らすことはできません。食卓に安心安全な生果物をお届けできるように努力している生産者を応援するため、少しでも生果物をお買い求めいただけることが、県産国産を守ることにつながります。美味しい食卓とその食卓を囲む笑顔が絶えることのないように、 JA 全農群馬は群馬県産の美味しい野菜をこれからも皆様にお届けいたします。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。常連さんに聞いてみよう。この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。ここからは1週間を雑談で振り返る常連さんに聞いてみようのお時間です。今日の常連さんは榎木戸一郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。風強いです。本当風すごいですね。ビュービュー言ってましたけど、さっきの中継、ゴールデンウィークはどっか行ったんですか。結構、昨日ラグビー見に行って、から3日にあのベルナドーム西武日ハム戦を見に行ったりします。日ハムね、まあ、まあなんかいろいろやってますよ本当に。そうですねお客さんもいっぱいですよね結構ゴールデンやっぱね、ゴールデンウィーク入ります。でさっきあの、ね、その話出たけど、はいはいはい、ゴールデンウィークお客さん入るんで熱戦になっちゃうんですよ、やっぱりこれ大きい客が引き出す力ってあるんですよ。やっぱまあ手抜けないじゃないけど、なんかよく寄せでもあの満員だと跳ねるっていうじゃない。まあ確かにそうですね。もう芸人の方もテンション上がりますもんね。きっと子供とかも多いかもね。あると思いますよね。いやいいですね。間違いないと思うなそれ。僕らは子供がいるとねあんまりやる気なくなる。そんなことないだろ。そうですか。なんてこと言うんですか。ここで下ネタを抑えなきゃいけない。花田さんだけですからね。そこで悔しがってるの花田さんだけです。そのギャップがあるんですねさあでは榎木戸さんをお迎えしまして1週間の主な出来事を振り返ります。まずは水曜日です。サッカーのスペインリーグでレアルソシエダとレアルマドリードが対戦。久保建英選手が、はい、決勝点となるゴールを挙げました。びっくりしました。頑張ってますね相槌久保、さあ同じく水曜日です。ロシア大統領府はプーチン大統領の執務室があるクレムリン、ロシアモスクワのクレムリンにドローン攻撃が試みられたと発表しました。ロシア大統領府は9日の戦勝記念日を前にプーチン大統領を狙ったウクライナのゼレンスキー政権によるテロ行為だと主張しました。これに対しウクライナは攻撃への関与を否定しています。さらに水曜日です。大人が怒ってはいけない少年野球大会が名古屋市で開幕しました。この日は予選が行われ、ミスや失点があっても切り替えていこうなどと選手を励ます言葉が飛び交ったということです、木曜日です。メジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手がカージナルズ戦に先発ピッチャー兼3番指名打者で出場し、ヌートバー選手を3三振に抑えるなど5イニングで13個の三振を奪いましたが5勝目はなりませんでした。大谷投手は1回に先制のソロホームランを打たれ、4回にもツーランホームランなどで3点を失って5回4失点でマウンドを降りました。
チームはその後逆転し、エンゼルスは勝利しています。同じく木曜日です。日本相撲協会はモンゴル出身の元関脇逸ノ城の引退を発表しました。この日行われた引退会見で逸ノ城は引退の理由として腰の状態が悪いことを明らかにしました。逸ノ城は2014年の初場所でデビュー、それからわずか5場所で関脇に昇進、将来の横綱とも称されていました。木曜日、プロ野球日本ハムは5人の投手の継投で西武に完封勝利。9回2アウトで田中正義投手がヒットを許し、史上6度目となる継投によるノーヒットノーランは逃しました。試合後、田中投手はノーノーだったんですか、マジですか、うん、とあと1人に迫っていた快挙に気づかなかったということです。そして巨人は丸選手のサヨナラホームランでヤクルトに8対7のルーズベルトゲームで勝利しました。金曜日です。アメリカプロバスケットボールレイカーズの八村塁選手はプレーオフ西地区準決勝ウォリアーズとの第2戦に出場、豪快なダンクを決めるなどレブロン・ジェームスのチーム最多23得点に次ぐ21得点をマークしました。試合は100対127で敗れ、対戦成績は1勝1敗となっています。さらに金曜日です。石川県能登地方を震源とするマグニチュード 6.5 の地震が起こりました。最大震度6強を観測した珠洲市では、地震の後住宅の屋根を確かめようとはしごを使って登っていた65歳の男性が死亡、これまで23人が怪我をしました。以上、1週間のニュースをまとめてお伝えしました。さあ、猪木堂さん、気になったニュースはまずどれでしょう。今週一番びっくりしたのは逸ノ城、ね、ああ引退ですね。田中さん、優勝聞いてる？した後、いやいや、14勝1敗でしょ、先場所。もう圧倒的な成績、ね、好調の中、まあ、すごい、まあ、本当に驚いたんですけど、で、あの記者の知り合いの相撲記者の人に聞いてみたりして、はいはい、腰の状態そんな悪かったんですか？本当にあの場所中も、はい、なんかいろんなとこ手ついたりして、腰を立ってるのがちょっとみたいなぐらいの、あのパッと見遠目で見てもちょっと本当にちょっときつそうだぞっていう風に見えるぐらい、あの辛そうだった、その中での成績で、それで14勝いっぱいなのって、むしろそれもびっくりなんですけど。であと、まあ、その僕らファンからすると、あの相撲協会があの公式ツイッターとかで動画を発表して、まあ辞めることになりました、お世話になりましたっていう、ね、逸ノ城が自身が語ってるっていうのが、あの出たんですけど、なんかあのこうポイントしか言ってなくて、そう、なんか、いや、なんか残念そうなとことか、なんかそういうのが、あのなんかニュアンスが全部消えてる、こうなんか四角四面なコメントをだったわけですよ。はい、それでどうなのかなって、なんかその裏があるんじゃないかって、まあ、記事なんかでもよくあの、おかみさんに暴力、酔っ払って暴力を振るったみたいな話って、まあ、ずっと出てたじゃないですか。でそういうことの背景みたいなのもね、ある、まあ、本当にお酒すごい飲む、飲んで、はい、結構荒れるみたいなところがあったような、お酒のどうなのかなと思うんですけど、あの僕はやっぱり思い出すのはあの、新入幕、2014年みたいなんですけど、初土俵が1月で9月に入幕、すごい話題になりましたもん ね、モンスター言われて、まだ曲げが言えない、なんかこう総発みたいな状態なんだけど、もうあの名だたるこうなんか名士を全部なぎ倒すみたいな、こら横綱になるぞってみんな思ったし、ね、だいぶ早い段階から話題になってましたね。だってもうその時に内来るにね、逸ノ城ゲストでさ、なぜか俺たち呼ばれていったじゃん。あ、行ったね。全然盛り上がんなかった。つながりないもん。ナイツのこと全く知らないし、分かりませんこの人たち誰かって。いや、すごいんでしょヒデさん、逸ノ城がですね、誰ですかこの人たちみたいな。まだね、日本語もそんなに、いっちゃんってね、あのファンをみんな呼んで、その人気があって、僕ん家もあの、あの国技館で買ったんですけど、顔タオル、顔ハンカチってのがあるんですよ、実物大の顔の、あのハンカチ、実物大なんですか、面白いユニそれとかも大好きだったんですけど、ね、なんかすごい
ねえ、もったいないですよ。まあでもね、去年優勝しましたからね、最高優勝もね、まあまあ、いやだけど、ね、だとしたらまだとしたら ね、まあ、ね、本当はね、あの ね上がってくるとも見たかったというような感じがちょっとしますね。ちょっとびっくりしました。はい、でちょっと僕つながりで話したいんですけど、うん、このファイターズ日ハムの田中正義の話、はいはい、の取り上げていただいてありがとうございます。田中正義は、田中正義はあのあれですね、あのナイツの2人、僕らの大学の後輩ですよ ね、はいね、はい、創価高校、創価大学、創価大学、うん、ファイターズでは、うん、同期だった、池田、うん、楽天のドラフト2位、そうそうそう、うん、田中正義はソフトバンクのドラフト1位だったんですけど、うん、でなんか巡り巡って2人とも日ハムに来て、うん、それで初めてのセーブポイントを稼いだ、うん、初セーブのもう涙の会見みたいなのになったのがあったんですけど、その時にその同期だった池田がホールドポイントで中継ぎで活躍したりして、なんかすごくできすぎだなみたいな感じだったんですけど、僕一ノ城とちょっとあのうまくつながるか接着できるか分かんないけど、人の期待ってことを考える、そのさ、すごかったですもんね、ドラフトの時ね、5球団競合ですよ、もうだ、もう黄金ルーキー、もう鳴り物入りで出てる、あのユニバーシアド代表の壮行試合で NPB 選抜ってプロと大学の選手がやるっていう試合は神宮でやったんですけど、その時にプロの選手もなんかもう牛耳る、なんか沈黙させる、まっすぐでバンバン押していくピッチングで、これすごいやつが来年プロ入ってくるぞ、でまたソフトバンクか、やっぱ強くなっちゃうなみたいな感じだったんですよ。だけど、かまあ、肩痛めたりとか、いろんなことで、まあ本当に一勝もできない、ソフトバンク6年間の成績が、0勝1敗2ホールド、だから本当はあれだけの期待された人からか、はい、で考えると、もうなんかいや、ほとんどゼロに等しい結果しか残せないで、なんだけど、みんなあの時の、その NPB 先発をなぎ倒したあのピッチングのことが忘れられなくて、いやだから田中正義、肩さえ直せば、肩さえ直せばこんなもんじゃない、だからこんなもんじゃないっていう人って、プロ野球ってさ、二軍の試合とか見に行くと、こんなもんじゃないって本人が思ってたり、周りがこんなもんじゃない、肘さえ治ればとか、なんか一つ見つけて開眼すれば、こいつは潜在力がこんなもんじゃないってやつばっかりなわけですよ。プロ入ってくるだけですごいからさ、入ってくるだけですごいからね。でだから逸ノ城がもあの将来の横綱ってみんなが目を輝かして思ったように、はいはい、ただ田中正義がこれはホークスのエースになるって、みんなが思ったように、そういうなんかでもこんなもんじゃないっていう思ってるやつが2軍の試合なんか見てると、こんなもんかって思い出す選手がいるわけ。あ、特に高校での選手は自信満々で、俺はエースになる、4番になるみたいな感じで入ってくるんだけど、入ってくるとそのプロの2軍のピッチャーでも変化球があまりにもすごいんで、みんな自信喪失っていうか、見たことない、みんな俺の来る世界じゃなかったかもって、みんなこうなんか血の気が引くみたいな感じ。春ちょっと経った時に、最初自主トレの時とかに自信満々だったやつが、本当に影薄くなんだよね。でも一生懸命執念を持って練習していく中で、だん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 力つけていって、戦力プロの選手になっていくっていう過程があるんだけど、その心の揺れみたいなのって2軍の試合行って見てると、俺はこんなもんじゃないはずだって思ってたり、周りがコーチやみんながお前こんなもんじゃないぞって思ってる人が、一生懸命自分の自意識をゆらゆらなりながら、頑張ってるみたいな姿があってね。で僕一ノ城はやっぱりちょっとあっさりすぎて、性格も本人の性格、南海流のことを思い出すんですよ、南海流、はい、かつてトンガ出身の力士で、親方にやっぱ酒酒乱だったんだけど、お前相撲を取るか酒を取るかどっち取るんだって言われて、じゃあ酒取ります酒取ってやめちゃった人がいる、この人もすごい期待された人なんだけど、ちょっとなんていうか
こだわりっていうか、なんかこう、まあね、そういうのがかじりつくような執念がなかった。で、ね、一ノ城いっちゃんもなんかちょっとあっさりした人で、うん、まあね、だったかなって思うんですよ。で、田中正義は、うん、近藤健介が FA でソフトバンクにハムから移籍して、その人的保障で来たんだけど、はい、まあ、本人は青天の霹靂だったと、うんうん、今年ソフトバンクで頑張ろうと思ってキャンプやってたと思うんだけど、うん、って感じでハムに来たんだけど、人生最後のチャンスなんですよ、うん、その野球人生、もうこれ、うん、今これに、このチャンスにかじつかなかったら、うん、もうなんていうか上に上がっていく目はないので、うんうんうん、だからそういうなんかさ、一生懸命な姿みたいな、うんうん、こうやっぱファンからすると見えてね、うんうん、でやっぱそのかじりつくみたいなことって大事じゃん。そうね、うん、そうそう、腐らずにね、そうそうそう、ずっとやり続けるって言葉ではね、うん、言うけどなかなか難しいですよね。難しいけど、あんだけの期待を背負って、難しいけど、あのなんか ただ頑張るってじゃなくて、やっぱこう、うん、この世界で生き抜いてやるぞみたいなのが見える、うん、まあ多分芸人さんとかでも僕あると思うんだけど、うん、なんか、うん、あのライターでもあります、うん、僕の仕事でも、うん、あのやっぱそういう執念があったり、一生懸命、うん、もう一歩話聞こうとか、うん、みたいな、あ、若いけどで下手くそだけど、うん、原稿まだ下手くそだけど、そういうもう一歩って、なんかそういうかじりつくみたいなところがあるやつはすげえなって思ったり、ね、僕はね、やっぱりもう、ね、200勝はね、難しいわけですから、もう名球会今度ね、はい、西武の方で行ってほしい、僕は思ってほしい、田中正義はもう日本を代表する抑えになってほしいと思って、はい、ね、田中正義、ね、いや今なんかだからすごい見てて、ね、嬉しかった、胸熱いなんですよね、うん、本当だ。さあ、ということでね、1週間のニュースを榎戸さんと振り返ってまいりました。榎戸さん、この後もお付き合いいただきます、はい、機能性表示食品ケンジンの食習慣カプセル、このカプセルに含まれるサラシア由来のサラシノールには、食後血糖値の上昇を緩やかにする機能があることが報告されています。体に賢い食習慣へ、オリヒロケンジンの食習慣カプセル。 TBS ラジオ公演スロバキアフィルスペシャル、7月6日サントリーホールで開催。スメタナ、モルダウ、ドボルザーク、チェロ協奏曲新世界より、スラブの名曲を名門スロバキアフィルの演奏で。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。常連さんに聞いてみよう。この時間は織広ほか各社の提供でお送りしました。大沢ゆりの一望百景。大沢ゆりです。ラジオ局の皆さん、新聞の文字やスマホの画面が霞む、視界がぼやけて景色が見えづらい、年齢を重ねますとそんなお悩みが出てきますよね。そこで今日は、売上1000万袋を突破、特保ではない人気の機能性表示食品一望百景のご紹介です。ここで一望百景を飲んでいる方からのお便りをご紹介しましょう。福岡県の石橋さん、87歳の方。同年代の友達は感心していたけど、新聞の文字なんて私にとっては朝飯前。大好きな舞台鑑賞や美しい景色だってストレスなく楽しめています。一望百景を続けて大正解でしたとのことです。嬉しい話ですね。一望百景に使われるのはよく聞くブルーベリーではなく、ルテインという成分。ルテインは霞やぼやけの解消により、物をくっきり見る力を改善する機能を持った注目の成分なんです。一望百景はこのルテインを 20mg 配合、特保とは違う機能性表示食品として今60代以上の方に人気なんです。視界のお悩みに欠かせないルテインをしっかりと補える一望百景だから、私もこれに決めました。皆さんもぜひ試してみてくださいね。一望百景はおよそ1ヶ月分30粒で、通常価格一袋税込み1944円、送料税込み275円のところを、初回一冊対一袋に限り、丸々一袋500円、サンプルではなく本商品を税込み500円でお届けします。お問い合わせは0120-717273、 0120-717273、 マイケアまで。お届けや返品などもこちらまでどうぞ。
ワシントンレッド吉田です。花田美桜です。火曜の夜9時からは GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園。この番組は経済に詳しい先生をお迎えし、私たち生徒が投資トレード経済を学ぶ学園です。資産12のの資産運用、 YouTube でも配信中。東北道リニューアル工事のお知らせです。5月8日から那須インター白川インター間で終日対面通行規制を行います。詳しくは高速リニューアルで検索。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本。時刻は9時50分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。まずアメリカの先月4月の就業者数ですが、市場の予想を大きく上回って25万人余り増えました。失業率も 3.4% と歴史的に低い水準が続いていて、人手不足が続いていることが示された形です。そのため物価高の要因となっている賃金上昇も続いています。バイデン大統領は我々の経済政策の成果だとアピールし、また FRB のパウエル議長も3日に利上げを停止する可能性を示唆しましたが、発表された4月の雇用統計が物価高につながる雇用の堅調さを示したことから、市場では金融引き締めが長期化するのではないかという見方も出ています。それから東京台東区千束の風俗店で従業員の女性が客の男にナイフで刺されて死亡しました。昨日の昼前のことです。38歳の女性従業員が個室の風呂場で32歳の客の男にナイフで首や腹を刺されて病院に搬送されましたが、その後死亡しました。男は自分で腹をナイフで刺して廊下に倒れていたんですが、この男これまでにも何度かこの店を利用していたということです。腹の傷は軽傷で、警視庁は回復を待って殺人容疑で逮捕する方針です。もう一つ、事件や事故で家族を失った子どもたちを警視庁が子どもの日に合わせてプロ野球の試合に招待しました。昨日明治神宮野球場に招待されたのは、事件や事故で家族を失った7歳から16歳の子どもたち11人とその家族で、子どもたちは応援グッズを手に観戦して、試合後にはグラウンド内を見学しました。警視庁は被害者支援の一環としてサッカー観戦やコンサートへの招待などを8年前から行っているんですが、社会全体で被害者支援への理解を深めてほしいと話しています。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤義則さんでした。 TBS ラジオ公演ラストマンインザダーク、日曜劇場ラストマン全盲の捜査官と暗闇のソーシャルエンターテインメントダイアログインザダークのコラボイベントが6月30日まで東京竹芝ダイアログダイバーシティミュージアムにて開催。詳しくはラストマンインザダーク公式サイトまで。紫外線が気になる季節です。汗の匂いも気になります。シミなんか作りたくない。汗臭いなんて言われたくない。そんな時には河内へ。あなたのお悩みの対策グッズが揃っています。河内や9時53分です。ここでハトバスがお送りする TBS ラジオゴールデンウィーク交通情報です。警視庁の楠葉恵美さん、お願いします。はい、中央道の上り小仏トンネル付近で事故です。乗用車単独落下物への乗り上げ事故です。詳しい規制などまだ分かりませんが、渋滞は6キロ、通過には20分です。東名高速道路の上りは用賀付近1キロ渋滞が出てきました。千葉の京葉道路の下りは船橋料金所で1キロ5分。東京湾アクアラインは橋の部分、強い横風のため最高速度40キロ規制が続いています。一般道は神奈川県内、国道1号山を登る車が箱根の遠野沢で1キロ半。反対降りる車は箱根湯本で1キロ半です。埼玉県道本庄目沼線本庄市堀田付近、事故の処理終わり通行止め解除です。都内の中山道上り板橋区中宿交差点先の事故処理も終わっています。警視庁から以上です。楠葉恵美さん、ありがとうございました。次の TBS ラジオゴールデンウィーク交通情報は10時20分頃お伝えします。
ねえあなた、ハトバスが都営バスの運転手を募集してるって知ってた？観光バスじゃなくて？都営バスの一部をハトバスが運営してるんだって。詳しく知りたい。大型二種免許をお持ちのあなた、ハトバス、路線バスで検索してください。地域に根ざして笑顔を運ぶハトバス。時刻は9時55分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の池田沙耶香さん、今日風が強いんですね、うん、そうなんですよ。今東京、神奈川、千葉、茨城に強風注意報を発表されているんですけれど、うん、富山さんのいたところあたりのこの時間までの最大瞬間風速が23メートル超えていまして、うん、ちょっと分かりにくいと思うので時速に換算してみたら80、いつも分かんなくなっちゃうんですよね。車の感じだと分かると思うので時速だと80キロ以上。あ、そんなに吹いてるんですか？23メートル、結構、ね、強いんですよ。そうですね、自転車乗っておっしゃってましたけどね、車とぶつかるぐらいのですからね、結構漕ぐのも大変だと思いますけれど、夜になるともうちょっと収まってくるとは思うんですけど、明日にかけて風の強い状況続く。こんな風強いんですかね。今日本海のところに前線と低気圧があってですね、高気圧とのその気圧差なんですけれど、これだから天気崩れてくるってことですね。そうなんです、天気下り坂で、関東今日ギリギリ持つところが多いかなとは思うんですけれど、北部早いところでは夕方以降で、まあ、今夜ぐらいから降り出してくるところがありそうです。明日は一日雨という感じですかね。最終日ね、明後日雨です。そうですか。ありがとうございます。気象予報士の池田沙耶香さんでした。ありがとうございます。最後の一粒までちゃんと食べるのよ。そうしたくても最初の一粒もない子が世界にはいます。あなたの支援で少しずつ未来は変えられる。国連 WFP 協会。AC ジャパンはこの活動を支援しています。一日車検が安い。コバック、コバック、車検のコバック。 TBS ラジオクリーンサタデー。時刻は9時57分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。この時間は常連さんの榎戸一郎さんと一緒にお送りしております、はいはい、今日はメッセージテーマが、うん、今年のゴールデンウィークこれまで何点っていうテーマなんですけど、うんうん、ちょっとね、はい、ちょっとずらしますけど、あ、僕昨日、夢の島陸上競技場ということでリーグワンラグビーの入れ替え戦を見に行ったんですよ、うん、でこれが0点のラグビーの試合見ちゃった。48対0なんですよ、うんうんうん、あ、スコアはね、スコアが、あ、そう、完封みたいなのがあるんだ。ニュージーランドと日本が昔やった時でもなんか すっごい大差つけられた時でも、うんうん、ノートライじゃな、点数なかったことなかったと思うんですよね。だからちょっとなかなか珍しい。ラグビーホームゲームで、コート清水建設ブルーシャークスっていう、はい、だからあのもうスタジアムみんなあの青に染まって応援していて、相手が九州電力、九電なんですけど、九電赤ユニフォームで、だからなんかアウェー感すごいある感じだったんだけど、九電下部リーグ 3部のチームなのに、いやもうなんか、いや48対0ですからね。この勝ったで、僕昨日かみさんと言ってたんですけど、テストで0点取ったことあるって話2人で試合がさ、はい、話すことなくなってんじゃん。そんな感覚なんだよ、ラグビーの0点。試合としてはもうなんかものすごい一方的なワンサイドだったんです。0点取ったことあるって。かみさんは高校の時に数学で、漫画を描いて、もう時間いいか、リーダーには束ねる力が必要だ。なるほど。おい、何をしている？束ねる力をつけるため電気のコードを束ねています。違うだろう。束ねたコードで電気を使うのは危険です。コードは束ねずに使いましょう。関東電気環境会。千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い。厚生労働省認定の自社専門スタッフが分かりやすいご予算でサポートします。信頼と実績の家族葬は千代田セレモニーです。
北海道の美味しさをまっすぐ。北海道の酪農家の会社四つ葉乳業が10時をお知らせします。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。10時になりました。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。改めましてこんにちは、ナイツの土屋信之です。花輪信之です。 TBS アナウンサーの出水舞です。10時台最初のコーナーは富山えりの東京チャキチャキリポート。この時間は毎日新聞社、田島屋、NCP グループ、遺言の窓口、他各社の提供でお送りします。ノンです。人にも社会にも見落とされがちなことがある。見過ごされた現実をそのままにしておくと、人も社会もバラバラになる。だから気づいた人が周りの人に伝えていく。伝えるってつなぐことだと思う。社会をつなぐ、言葉で紡ぐ。毎日新聞。お菓子屋さん、お酒屋さん、スーパー、コンビニの社長さん、田島屋で仕入れしてますか？田島屋は菓子、食品、日用品の現金問屋、必要なものが安くすぐに揃います。経営の基本は仕入れですよね。菓子、食品の現金問屋、菓子田島屋。土曜ワイドラジオ東京富山えりの東京チャキチャキリポート。 TBS の富山えりアナウンサーが東京のいろんなスポットから中継リポートをお届けします。早速読んでみましょう。富山さん。はい、風に飛ばされまして、豊洲公園で開催される TBS ラジオゴールデンウィークスペフェスティバル2023、ここまで飛んできました。飛ばされる、ハボクとモニュメントの広場にやってまいりました。リポーターでおなじみの富山さんですもんね。やでしょ、そんな、うん、来週はどこに飛ばされるんですか？飛ばされるっていう言い方ちょっとあれですね。お弊がありますね。ね、でね、うん、この TBS ラジオゴールデンウィークフェスティバル2023なんですが、はい、一般社団法人自転車協会と TBS ラジオがコラボしたイベントなんです、ね、そう。というのもね、5月は交通安全の促進と自転車の正しい知識の普及を目的とした自転車月間なんですね、うんうん、これ1981年自転車法が施行されたことはきっかけで定められたんですけれども、でこのイベントには自転車についてみんなにもっと知ってもらわないじゃないかっていう目的があるんです、うんうん、そう。それで子ども向けの自転車教室なんかもね開催されて、今10時からオープンしまして、うん、お子さんもねたくさんいらっしゃってますよ。でね、これ自転車の試乗もできるって先ほど申し上げたんですが、はいはいはい、入り口で名前なんか書いていただいたら、うん、グリーンのねリストバンドをもらえるので、うん、それを、腕にして、で自転車23社、すごい自転車がね、自転車屋さんね、たくさんありますので、自転車もたくさんずらーっと並んでます、うんうんうん、その中から試乗してみたいっていう自転車を1台持ってって試乗できる。なかなかそういうのないもんな。でまたそこに返したらまた別の自転車を借りられると、そういう仕組みになってます、ね、いろんな自転車乗れることないもんね。ものすごい、なんかね、私ね何年前に自転車乗ったか忘れちゃったんですけど、はい、ママチャリがちょっと進化したような自転車だったんですね。だけどね、今ね、なんていうんだろう、映画に出てくるような、うん、なんかこうほら、なんていうの、バットマンじゃないけど、そういう人たち乗ってるバイクみたいな自転車みたいな、バットマン、バイクみたいな、送信してないですね。全然 ET とかバットマンで止まってんじゃない、ヒーローってこと。 ET はちょっと前の自転車じゃない、うんうん、私 ET は最後のテー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 ってとこで目覚めただけだよ。あとは全部寝てたからよくわかんないです。そう、そう、気づいたら最後月のとこ飛んでいくみたいな、自転車に乗ってね、はい、そう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 、だからちょっと分かんないんですけど、 ET のことは、うん、そうだけどね、こんなに自転車
車って変わったのっていう感じ。そうなんです、ね、電動自転車とかもあるんですか。電動自転車がたくさんあります。やっぱり電車がやっぱり人気なのね。私一度も乗ったことないんですよね。あ、驚くと思いますよ、電動自転車。そうなんだ。乗ったことあるの。初めてなんだ。え、乗ったことあるんですか。ありますよ。乗り心地、電動自転車もそう、普通の自転車もあれあるでしょ。それは結構当たり前の話なの。いや、わかんないけど。いや、まあ、最近は普通の自転車にばっかり乗ってますけどね、うん、あ、そうですか、うん、でもなんか、まあ、坂道とかだとね、そう電動自転車と随分楽だった。だいたい自転車屋さん行っても初めに乗ったやつでもういいやってなっちゃって、うん、はいはい、なんかそれが勝手にお気に入りみたいになっちゃうから、うん、あんま乗んないかもしれない。そうで、ね、うん、比べしたことないかもしれない。そうね、なんかね、あとね、タイヤの太さが普通のタイヤの3倍ぐらいある自転車とか、そんな乗りやすいのか。だガクガクしても平気なんでしょうね、切ってね。あ、なるほど。で、色もなんかね、ベージュとか、うん、なんかこうナチュラルな感じの色が多いですね。ちょっとパッと、あ、派手なのももちろんありますよ。昔銀みたいなやつしかなかったですけどね、うん、なんかそう、そうそう、なんかでもちょっと自然にこう、なんていうの、自然とこう調和する色みたいな、うん、いいね、ナチュラルな色が多いかな。あとね、ほら、お子さんが前に乗れる自転車、うん、もうなんかもう本当一体化してますね、自転車と。びっくりしちゃいました。でですね、今日自転車教室の先生にちょっとお話を、ね、伺おうと思っておりまして、はい、先生いるんですか。そうなんです、プロライダー。プロライダー、わ、お子さんの自転車もなんか、こんなかっこいいの乗るの、子供って。大人の自転車の本当にちっちゃいバージョン、スモールライトでちっちゃくしたような、うん、そう、スモールライトでちっちゃくなりました。すごいね。井出川直樹さんです。お隣に来ていただきました、はい、よろしくお願いします。お願いします。井出川さん、井出川さん、今日自転車教室で、いろいろ子どもたちとか、大人にも自転車の快適な乗り方みたいなことを教えるんですか。はい、あの自転車はですね、はい、まあ、ブレーキもありますし、バランスも取ったりして乗るものなんですけども、まあ、安全に自分のスキルを高めて、はい、まあ、道路と、ね、自転車乗るんですけども、知識としてだけではなくてスキルを持って自分の身を守りましょうっていうところを、スクールの中でお伝えさせていただいているんですけども、はい、なるほど、安全に、はい、そこですね、安全に快適に、うん、ということなんですよ。で、今日はね、初めにも言いましたけれども、自転車について学ぶことを目的としたイベントということで、うん、自転車の交通マナークイズというのをこれからやります、はい、うんうんうん、スタジオの皆さんも一緒に考えてください、はいはいはい、私も答えは知りません。勉強になりそう、うん、でも問題は読ませていただきますね。いや、そうね、ちゃんと勉強してない、はい、では参ります。はい、1問目、うん、デレン、自転車は車道を走るとき、うんうん、右側通行、左側通行、どっち。それはもう分かりますよ、ね、左側でしょ、うん、車と一緒、うん、ね、それ簡単すぎるじゃん、そんなの。右側肩慣らしだもんだって簡単すぎるじゃん、右側だよ、まあ、右側だよ、右側つってるよ、左側通行でいいですか。花田さんだけ右側つってる。左のままのわけないじゃん、クイズにするぐらいだから。花田さん右、はい、分かりました。で、先生、花輪さんだけ左側通行ということなんですが、はい、右正解は、はい、正解は左側です。左側、花輪さんだけ外れでした左側通行、車と同じ向きで、ね、そうです、自転車は軽車両なので、はいはい、車とね、同じ扱いになりますので、はい、左側走行となります。俺さすがに引っ掛けじゃない、左側走ってください。うん、先生もなんかこんな乗り気じゃなかったんで、ごめんなさい。そんなことない、こんな簡単なクイズみたいな感じだった。最初はこんなもんで、いやいや、簡単すぎるだろうっていう、ね、じゃあ2問目いきます、はい、次はヘルメットの問題です、はい、おっしゃ、はい、自転車を運転するときはヘルメットを絶対にしなければいけない、うん、しなくても良い、うんうん、どっちだ。これできるだけのやつだから絶対しないっていうわけじゃないの。じゃあ落ち着いて一問目がちょっとね、強制力はないんだよこれ。絶対強制力はない、努力義務だから、なんかどうぞ、努力義務っていう意味がね、努力義務だから、まあ絶対ではないんじゃない。絶対ではないと思います。わ、うん、かりました、はい、先生いかがでしょうか。はい、ちょっと真面目に答えられてびっくりしましたけど、ね、はい
はい、正解ですね。今のところ絶対ではないですね。絶対ではない、はいはい、おっしゃる通り4月から努力義務化になりましたので、うん、はいはいはい、ということなんですけど、この会場にねヘルメットもね置いてあって、うん、でヘルメットっていうと、うん、あの普通の丸いヘルメットかちょっと流線形のヘルメットかってイメージあるでしょ、はい、あります、うん、ところが、うん、何帽子、まるで帽子っていうキャップ型とかね、あとハット型、野球のヘルメットみたいなこと、野球のヘルメットみたいなのじゃないんだな、なんかね野球のヘルメットにちゃんと生地がコーティングされてる。なるほど、見た目は帽子に見える。そうなんですよ、普通に帽子かぶってるみたいに見えるヘルメットもあったり、いろんな色もあってね、ちょっとほらなんかヘルメットかぶってて抵抗あるな、努力義務だからいいかなって思いがちなんだけど、安全のためにあのこういう帽子型だったらおしゃれでいいなと思いました。そのままだからそれね、あの、はい、かぶったまま行けますもんね、はい、そうですね、うん、だからお母さんもほらあの子供乗せてね、うん、あのちょっと流線形のは合わないかななんて思ってらっしゃる方もちょっと見に来ていただきた、うん、帽子型でね、はい、あのちょっと別に浮かないですよね、はい、おしゃれな感じで、ね、おしゃれな感じで、はい、ね、そう、はい、そういうヘルメットもありますのでね。じゃあ3問目いきます、ね、はい、自転車が止まるのは、うん、歩行者用の信号、自動車用の信号、どっち？どんな信号？ああ、自動車じゃないかな。軽車両っていう話でしたね。歩行者？でも盛り上がってまいりました。賑やかになって。そうなんだ。じゃあ歩行者で私は。歩行者？歩行者。自動車用？歩行者。はい。花輪さん歩行者。僕は自動車。土屋さんは自動車、レミさんは自動車側ですけど、自動車守ってないというか自分も守れてない時があったなと思って今次回の念を込めて、ね、はい、うん、自動車、え、どっちですか、レミさん、自動車、自動車、自動車2人、私も歩行者かなと思ったんで、じゃあ歩行者2人、自動車2人、はい、いかがでしょうか、はい、基本、軽車両なので、うん、自動車の信号を守っていただくというのが、まあ、基本になります。そうなんだ、はい、まあ、ただですね、うん、まあ、歩道に近い、ね、ところ歩道を走る場合もあります、うん、歩道の中に自転車ラインがありますので、はい、そうだよね、そういう場合はあの歩行者の信号を守っていただくということになりますので、ね、基本は自動車の、はい、信号を守っていただくという内容になります。そうだよ、ね、基本は自動車だそうです、はい、それをでも知っといた方がいいよね。そうね、知っといた方がいいですよね。そうそう、歩行者関係ねえからって言っちゃったら危ないもんね。自転車で一緒に走るっていうのがちょっと怖いなと思っちゃうんですよ ね、はい、そうですね、一応なんて言うんでしょう、危険を感じたりですね、道が狭い場合は、うん、時速を守って人を抜かないようにすれば、うん、歩道を走っても良いという、うん、はい、スポーツルールもありますので、はい、ぶつからないように意識をちゃんと しながら、ね、歩道を歩くっていうのも、なるほど、自転車ですね、はい、ね、歩道にもね自転車用みたいな、うん、あの絵が印刷されてるのがありますね、そこがないところもあるからね、はい、それがあるとね、ずいぶんね、なんか走りやすいなっていう気がするんですけどね、うん、はい、じゃあもう最後の問題、はい、いきます。自転車の違反な乗り方、うん、2人乗り、飲酒運転、うん、他には何があるでしょうか。ああ、そう、他には、なるほどね、風がすごいですね。風すごいね。あ、分かった。はい。両手話。わあ、絶対ダメ。はい。ああ。やりましたけどね。他には両手話、ね。なんかこの前後輩芸人が中野で自転車を盗まれたんですよ。あらま。だから万引き。それはやっちゃダメ。自転車を万引きって言わないけどね。はい、違反な乗り方ですから、ね。自転車を盗まれる。そう、嫌よね。盗まれちゃうとさ、私盗まれたことある。乗ってたらダメでしょ。あります？盗まれたこと。あります、あります。それでさ、すごい 遠くまでさ、うん、自転車取りに行かされて、乗って帰るとき、ね、もう人の家にまた止めさせてもらって、なんか3日ぐらいかけて乗って帰りました。どこまで行ったんですか。嫌になっちゃった。それは大冒険ですね。他にありますか、違反な乗り方。立ちこぎ。立ちこぎ、立ちこぎするでしょう。でも立ちこぎね、
も坂道登るとスマートフォン片手運転それはダメです。ながら運転どうでしょうか。ああこれもダメですね。スマホともダメですし、うんはい、傘も。そうだ傘はこうなんかあのつけるものがあったらいい。でも危ないよ本当傘は。これ実際は本当ダメなんですよね。ダメなんですよ、はい、突起物になるものはダメなんですけども。あまり着てやんないとカッパですね。はい、また、まあ、無灯火とか。あ無灯火、はい、めっちゃあるんだ、ね、ちゃんとね、はい、光は夜ははい、ライトつけないと。そうですね前と後ろと、はい、前と前と後ろも、はい、後ろもそうなります、まあ、反射板だったりですね。反射板もね、はい、そうなりますので、はい、あなるほど、うん、いやでも本当勉強になるね。なんか改めて思うと、なんか昔から乗ってるのにね、なんかそうですよ ね、 ここね自転車ってね。そうね、なんかこう手軽なだけにちょっとこう、うん、情報をまだ自分たちで得てないというかですね、はい、知ってて当然みたいな感じで電車乗れちゃうので、いや本当にそうですね、実は学んでいただきたいなというところが、ねね、井出川さんはもう子供の頃からのギア付きの自転車とかああいうの乗ってたんですか。好きだったんですか。そうですね僕は小学校の頃に、うん、あの父親から買っていただいてマウンテンバイクを、うん、あマウンテンバイク、そうなんですよ。ギアに憧れてマウンテンバイクに乗り始めたら、うん、知らない間にプロになってたという。いやすごいな、はい、プロにな気づかない、はい、ちょっとすみません言い方が失礼しました。知らない間に途中で気を失ったんですか。気がつかない。本当にリアルに。そうなんですよ目覚めたらに知らない間にすごいですよねマウンテンバイク本当に無意識になってるんですよ。うんすごい今ね折りたたみ自転車が左側にあるんですけど、なんかもう抱っこできるぐらいの大きさ。あ今なめるんだ。そういうの、なんかちょっと今日試乗させていただきたいなと思うんですけれども、ねうん、おすすめの自転車ってありますか。はい、実はですねちょっと今日始まる前にいろいろ自転車見させていただきまして、はい、これすごいなと思った自転車がありましてですね、うん、どれですか。はい、こちらベスビーさんという、まあ、電動バイクを中心に売られているところで、うんはい、こちらのメーカーで今度6月から新しく自転車の新、まあ、メーカー始まっていくんですけども、なんとですね AI 搭載の、はい、自転車になんかギア変速を自動で変えてくださる、はい、さっき乗ってびっくりしました、はい、どうやって判断するんだ。佐山さんというですねご担当の方いらっしゃいますので、ちょっとこちらでご説明していただきます。お願いします、はい、こんにちは、レスビーの佐山です。じゃあお願いします。お願いします、うん、でこれ鍵とかってないんですか。これはですね、鍵は、オートロック電子ロックと言いまして、どういうこと。あ足で今押したら音が鳴った、はい、今ロックがかかってる。何それ、ピンコードがありますので、はい、ピンコードを通常入れて自転車それぞれに、はい、今鍵が開きました。なるほど、忘れないようにしないと。もちろんあのスマートフォンでも、鍵を解除することもできます、ね、スマートフォンでもですってよ、はい、なんか形もね、うん、横から見ると A みたいな感じ。A みたいな、うんうん、A、うん、横にした A ですか。そう縦にしたら A っていう、ね、縦にしたらね自転車を持ち上げたら A。 そう自転車でなんかねちょっと前の部分にこれな何タイプっていうんですか。まあ、アーバンタイプのバイクなんですけども、6月に発売するモデルで、はい、特徴がですね、はい、AI と IoT という2つの、うんうん、テクノロジーを使っています。 IoT なんか、はい、なんだっけ IoT って。インターネットオブシングスですね。インターネットはこの自転車、はい、こちらの機械の中に、はい、4G 通信と Bluetooth あと GPS を搭載してますので、お客様のスマートフォンとこの自転車1台とを、1対1でこうペアリングさせることができます。へ、はい、それによって遠隔で鍵を開けたり、自分が乗っていない時でも、バイクがどこにあるか、GPS で追跡をしたり、バイクの、例えばバッテリーの情報なんかは、クラウドに、データがあるので、自分が家にいても、自転車のバッテリーの残量から、サイクリングのコースを設定して明日ここのルートを走ろうみたいなことを、地図上で設定。なるほど。そんな風になってんすか今。今これがですねスマートバイクと言われるカテゴリーで、電動自転車のその電気が
あるからこそ、うん、まあ、成し得る新しい、バイクの一つの形かなと思って。白いですね。すごすぎるわ。そんなのいくらぐらいするんだろう。こちら6月発売で2モデルあるんですけども、うん、1つが44万8000円で、サイズがコンパクトの方を今最終金額調整中という感じ、うん、少し安くなる。盗まれたくないだろう、ね、ちっちゃい金ぐらいですね。ちっちゃい金、ちっちゃい金。盗まれたとしてもサイズは知らない、GPS がついてるので。そうか、追跡できるんですね、はい、どこにあるか。そっか、でもそうだよね、盗まれるからな。すごい音がさっき鳴ってた。あ、なるほど、防犯アラームもついてるんですね。なるほどね。私が盗もうとしたんじゃないけどね。すごい音が鳴ってたもんね。ギアチェンジはどうやって AI が判断するんですか。これはですね、ペダルを踏んだ時のペダルの強さ、うん、重さですね。あ、それとスピード、うん、あとペダルを回す速さ、うん、この3つをセンサーが、感知して、うん、AI が最適なギアを選択します。なるほど。あの車のオートマとイメージは一緒ですね。はい、すげえ、オートマの自転車なんだ。いや本当ですよ、賢いですね、自転車。すごいね、自分の友達みたいな感じでね、相棒ですね、ずっと付き合える、うん、いや、ありがとうございました、はい、お話ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、いろいろ今日は、井出川さんにも付き合いいただきまして、はい、本当に自転車も進化してるんですね。井出川さんはびっくりしません？いや、今日正直びっくりしました、はい、これ見てですね、はい、すごい進化してる、ね、すごいです。ちょっと私もね、あの後で何か自転車試乗させてもらって帰ろうと思います、うんうんうん、後でと言わず今は乗らないの。なんか今ね、時間がないみたいよ。そうなんだ。そうみたい。いいですよ、乗ってくださいって。うん、本当、うん、乗っていいの。じゃあ乗らせてもらっていい。私電動自転車乗ったことないので。あ、じゃあ乗ってみてください。どういう感じかね。今の AI のはね、ちょっと足の長さがちょっとダメなの。ダメなの。そんなことないでしょ。ちょっと私には大きいサイズで、今日はそう小さいサイズがないので、ちょっとあの電動自転車じゃ電動自転車ね、難しくなさそうなので。え、ぜひ。難しくなさそう、うん、風強いから気をつけてください。風が強いんですよ。あ、うん、じゃあヘルメットちゃんとね。そうね、大事ですね、はい、ありがとう。あ、こんな軽いんですか、ヘルメットって。これはこのこれが後ろに来てるんですか。そうそうそう、時計みたいなのがついてる。なんだろう、ちょっとじゃあかぶって、はい、ダイヤルで何年ぶりでしたっけ。ダイヤルでサイズが調節できるんだ。すみません、なんかそこからのレベルで全然自転車乗ってない。どこでカチッってやるの。はい、これでいいですか、はい、じゃあちょっと乗ります、はい、いいですか、乗って。あ、大丈夫です。頑張って。じゃあ乗りね。そう、みんな頑張ってって。本当にさ、エリさん補助輪いらないですか。大丈夫、大丈夫だから乗ります。お、私今一回コードだけなのにすごい速い。普通の電動自転車でしょ。うん、電動自転車加速が速いですよね。そこは別に進化とかじゃないんですよ、ね、昔からあるんですよ。昔からあるんだけどね。え、ほんと、そう、私曲がれなそう。これ曲がれない、曲がれないっていうのはちょっと、どういうことだ。もう一回、あのね、細いのコースが。あ、一回こいだだけで、もう今風は強いけど風に押されてるとかじゃないんですよ、うん、そんな気持ち。久々だからね。そうね、電動初めて乗った時はびっくりするよね。電動自転車気持ちいいですよね、久々に乗ると風切るの。だって坂道なのにさ、うん、スイスイみんな乗ってるなと思ってたの。そう、目覚めちゃうんじゃないですか。そうなんですね。これはね、いいですよ、色もおしゃれで、うん、今ね、かわいそうにあのスタッフの片山くんが今ずっと走ってくれてるんですけど。並走してる。そうかそうか、マイク今 100m ぐらい多分走ってる。うわ、ね、進んじゃうからね。10周ぐらいして。10周ぐらい。そうなの。次12時台の中継もありますからね。そうね、はい、ちょっと息切らさないように片山くん、はい、ありがとうございます。いました。自転車乗りましたけど、あ、試乗しに来てください。12時台もじゃあお願いします。ありがとうございました。以上、富山入りの東京着席リポートでした。土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。相続や遺言どこに相談したらいいって。それなら NCT グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談 0120-555583555583。相続遺言は NCP グループ。
富山えりの東京チャキチャキリポート。この時間は毎日新聞社、田島屋、 NCP グループ遺言の窓口、他各社の提供でお送りしました。順調な人生がいいとは限らない。ちょっとだけ進んだり、たまに大きく進んだり、来た道を少し戻ったり、一回立ち止まって休んだり、振り出しに戻ったり、その方が人生は面白い。さらば青春の光単独ライブスゴロク、5月16日から開催。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。東京から全国6都市へ一つずつ駒を進めます。7月7日金曜日午後6時から銀座ブロッサム中央会館で TBS ラジオ主催第17回マムちゃん寄せを開催します。出演はナイツのお二人、春風亭一之助さん、玉袋筋太郎さん、他の皆さん。チケットはローソンチケットで販売中です。詳しくはマムちゃん寄せで検索してください。時刻は10時25分です。ここでシューマイの崎陽軒がお送りする TBS ラジオゴールデンウィーク交通情報です。警視庁の楠葉恵美さん、お願いします。はい、お伝えします。中央道の上り小仏トンネル付近、事故車両は広いところへと移動し、規制は解除です。渋滞は9キロ45分。その先は高井戸付近で1キロ5分です。東名高速道路の上りは首都高3号線大橋ジャンクションを先頭に断続7キロ、東京料金所あたりから20分です。千葉の京葉道路の下りは船橋料金所で1キロ5分。アクアライン橋の部分では強い横風のため、最高速度40キロ規制が続いています。神奈川県内では箱根の国道1号山を登る車が遠野沢で1キロ半、山を降りる車は箱根湯本で1キロ半です。千葉では国道296号船橋方向が2キロで2キロ半の渋滞です。警視庁から以上です。警視庁の楠葉恵美さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオゴールデンウィーク交通情報は10時52分ごろお伝えします。崎陽軒大好き、そんな皆さんのために崎陽軒が通信販売始めました。人気のシューマイやチャーハン弁当を冷凍便で日本全国にお届けします。詳しくは崎陽軒通信販売で検索。あ、幸せの時間がやってきました。崎陽軒、一日車検が安い。コバックコバック車検のコバック。はい、坂道代です。鳥仙週末ショッピング情報です。美味しい料理を囲んで家族団らん、子供の日特集好評開催中。日曜は恒例お肉のびっくり市開催。安全です、新鮮です、鳥仙。アマゾンミュージックプレゼンツ、バービーとお心理研究所、私バービーがお送りしています。お心理の心理は真実の真理、理科の理、天地真理さんのマリの心理です。リスナー研究員の人生でやらかしちゃった失敗や後悔、また大成功から学んだ心理をシェアして、気持ちよくご機嫌に生きていこうというお心理トークプログラムです。毎週火曜夜9時半から放送中。そして Amazon Music 限定ポッドキャスト版は放送直後の火曜夜10時に配信しています。地球の使者パンサー尾形です。家庭菜園地球からサンキュー、サンキュー。食料自給率 CO2 問題サンキュー、サンキュー。家庭菜園で地球からサンキュー。植物に元気を与える肥料ハイポネックス。アイドルオタクの前田と恋愛シミュレーションゲームオタクの大山が教えの愛を語り尽くすオタクキュレーションバラエティ N93、 からたちの最果ての先生。 TBS ラジオの地上波枠を目指しポッドキャストで配信中。ぜひお聞きください。
金の国の桃沢健介です。渡部おにぎりです。おにぎり、僕たち金の国は N93 というポッドキャストの枠で金の国の卵丼ぶりという番組をやっています。はい、桃沢くん、何か伝えたいことはありますか？そうですね、高くて美味しいチャーハンより安くて美味しいチャーハンの方が美味しいですよね。まあまあまあ確かにね、うん、言ってることはわかるけど、そうあるでしょ、番宣で言うことじゃないよ。あ、そうですか。番宣でことじゃないです。あ、そうですね。完全にそうです。うん、金の国の卵丼ぶりはアップルポッドキャスト、Spotify などで毎週金曜日19時配信。ぜひ聞いてください。はい、お願いします。チャクチャクテレフォン聞いて聞いて。時刻は10時29分です。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、はい、30分になりました。そう、これがね、数秒差でしたね。これがいた。もうでもアクリル板ももうもうそうそういらないんじゃないですか。ねえ、どうするんですかね。はい、処分に困ってるらしいよ。あ、そう。どうするのかって。うん。今関係ないからそんなの。時刻のやつを関係ないから。これがアクリル板が見づらいなって。あ、見づらかったの。うん。ということで電話つなぎましょう。はい、このチャキチャキテレフォン聞いて聞いてのお時間、うん、はい、早速今日のリスナーさん話聞いてみましょう。ラジオネーム高橋さんです。もしもし。あ、おはようございます。おはようございます。前回あのナイツベストネタランキングを発表させていただいたものでございます。ベストネタランキングの高橋さん、はい、お電話いただいたんだ、ありがとうございます。ベストネタランキング なんだっけ、覚えてないあの時緊張してあの、うん、高橋さん最高のナイツのファンだって本物のファンだって言ってくださったんですけど、うん、はいはい、緊張のあまりちょっとリアクションが取れる大変失礼だし、いえいえごめんなさい、そんなことないですよ大丈夫ですよ、慣れてたと思いますよ、大丈夫です、ね、高橋さん今日は緊張してない、うん、あ、今日も結構今あの BGM でめっちゃ緊張しました。BGM テレフォンの、ね、BGM でいつやったんだっけ、はい、ベストネタランキング去年9月ですね。去年の9月か。はい、そっか、じゃあ、今日はまたランキングですか。あ、今日はですね、はい、あの前回のオープニングトークで、うん、あの話し合ったんですけど、うん、あのニューヨークタイムズの今年行くべき旅行先の2位にですね、うんうん、盛岡が選ばれたことについて、そうそうそう、あの盛岡市民なのでちょっとプレゼンさせていただきたいなと。盛岡の方なんですね。2位が盛岡だったんですよね。そうなんです、うん、1位がパリでね。そうで、なんで盛岡があって言ってたんですよ、うんうんうん、そうそう、でちょっとそこをまあお話したいなと思ってるんですけど、ぜひ教えていただきたい。はいはいはい、あのこれまずですね、はい、ちょっと私まず申し上げたいのが、うん、これあのテレビ新聞ネットで散々やったんですけど、うんはい、あの花輪さんの急なボケに対応するために時事ネタのチェックを欠かせないはずの土屋さんと、うんはい、あのニュースを読んでるはずのデミズさんが、はい、これ知らないっていうですね。これよく結構やってたなこれ、ね、ないで。あ、そう。そうなんです、うん。全然知らなかったです。ちょっとチャキチャキファンとしては頼むで二人とも。ああ、そうですか。二人とも。おいおいと。勝つでしたね。おいおいと。おいおいですか、その盛岡市民としては。しぼんじゃいましたもんね、もうトークがね。そう、全然盛り上がらなかったもんね。なんでちょっと思わずちょっとあのメール投稿しちゃったんですけど。はいはいはい。で、あのこれ1月にそもそもあのニューヨークタイムズが発表して。でこれ表面的にはこれ盛岡でも、うん、あの文章ではこうすげえみたいなやったみたいになってたんですけど、はいはい、あの心の奥底ではですね、うんうん、門弟ではすごいあのざわつきまして大丈夫かみたいな、これなんか選ばれちゃったけど俺たち大丈夫かみたいなざわ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 、なるほどね、でしかもあの当たり前なんですけど記事が英語なんで、はい、すぐにはなんで選ばれたのかわからないみたいなのもあって、うん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 、ちょっとあのざわざわした時期があったんですけど、英語だったからね、まあ、いいとこだとは分かってるけども、世界で2位って言われるとっていうことでしょ、うん、そうそう、大丈夫、俺たち選ばれちゃったけど大丈夫みたいな感じだった。でこれ結局何があの良かったっていうか選ばれた理由なというかちょっとですね、うん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 、まずあの盛岡城っていうのが中心部にありまして、はい、でこれ盛岡城、これ残念ながらあのもう明治維新の後にもうあの老朽化が原因で本丸が城郭がもう取り壊されちゃってないんですけど、うんうんうん、あの石垣がすごい有名で、うん、あのすごいあの10メートルぐらいの石垣がこうあのその町の真ん中にこうそびえ立ってるというか囲まれていて、うん、であのそれこそあの、秀吉がですね、まあ、築城をこう命じたことで、うん、東北ではすごい珍しいその石垣が残ってるっていうのがあると、そうなんだ、はい、であとですねあの本当に桜とか梅とかがたくさんあのそのお城の跡が全部公園になっていて、うん、たくさんの本当にいろんな種類の桜とか梅とかが植わってるので、本当に四季折々の姿をですね、うん、見せてくれるっていうのが
まず一つその盛岡城のあるその、景観ということで、それが一つ理由になってたんですね。で、あとですね、花輪さんも言ってましたけど、なんか和洋折衷の建物がみたいなのあったと思うんですけど、あれは地元の銀行が明治時代に建てた建物が2つ残っていて、東京駅の駅舎を設計したのと同じ人が作った、もう赤レンガで作った、その本当にいわゆる洋風、当時の洋風建築、最先端の建築の建物が残ってたりとか、で、もう一つ同じようにその明治、近くにその明治の終わりの頃に建てられた、それも別の銀行が使ってた建物なんですけど、で、それは、で、それぞれ例えばその赤レンガの方は、もう本当に十数年前まで実際にその銀行の支店として使われていたりとか、今も中に普通に入れたりするんですけど、で、もう一つの方は今石川啄木の啄木賢治、宮沢賢治の啄木賢治青春館としてこう生まれ変わってたりとかです。その岩手出身の歌人の歴史が学べる場所にもなってたりとかっていうのが、普通にその、まあ、マンションとか住宅とか雑居ビルとかある中にパッて突然こう、うん、out through my house from the battle yard, rivers curl on down, not far south of town depot, Sullivan's shack was found, back on the high ground. You could see him every day, just walking down the line, with an old brown sack across his back and his long hair down behind, speaking his troubled mind. Well, it's a long way from the Delta to the North Georgia Hills, and a toy sack full of ginseng won't pay no traffic bills. I'm too old to ride the rails or thumb the road alone, so I guess I'll never make it back home. My muddy water was the Mississippi Delta. あとはその、ニューヨークの書店をイメージした書店とか、あるいはその喫茶店も紹介されてるんですけど、これ盛岡なんで津波の影響直接はないんですけど、震災でその資材が、東日本大震災で資材が来なくなって、喫茶店そこにもともとオープンしようとしてたけど、断念して、だけどその店主の方が、その沿岸でコーヒーをこう、被災された方に振る舞うボランティアというのをされてる中で、やっぱりコーヒーにすごい力があると、みんなを笑顔にできるって、再び決意をして、なるほど、開業に実際されて、今、営業されてるっていうですね、そういうお店もあったりして、で、これがですね、すごく狭い範囲に、端から端、駅からでも本当に、20分ぐらいで、全部狭い範囲に今行ったものが全部収まってるんですね。盛岡駅から、で、あとですね、これは、盛岡駅中心部じゃないんですけど、車で30分ぐらい行ったところに、つなぎ温泉っていう温泉地が、温泉街があるんですよ。で、ダム、御所湖っていうダム湖を見渡せる、すごく景観もいいところで、で、かつ、その、結構、いわゆるその、有名な温泉地と比べても、すごくリーズナブルというか、家族でも、行っても、手が届くというかですね、値段に収まってまして、で、その御所湖の周辺に、10以上の公園がありまして、すごく広い公園がいくつもあって、で、いろんなもちろん遊具もあるし、ちょっと数百円出して、ゴーカートじゃないですけど、そういうのを、ちょっと、そしたらこう、小さいお子さんが、小学生、高低学年ぐらいのお子さんまで楽しめるような、で、あと水遊びできたりとか、すごく、豊富な、なるほど。公園もあったりしてですね。で、結構、お金をそんなに使わないで楽しめる場所がすごくたくさんあると。なるほど。いや、今の。ということで、はい。すごいですよ、話。いや、これはすごいわ。ちょっと今、最新ランキング出していいですか？はいはいはい。ドゥルルドゥン。4位です。え？ああ、惜しいな。そうなんですよね。そうなんですよね。で、惜しい。いや、逆にすごい、今の説明だけで4位に行ったんだったら。ああ、そうか。いや、すごいですね。でも、わかりやすい。
でこれ市長も豊岡市長も選ば、うん、ニューヨークタイムで海外から選ばれたら日本人喜んじゃうと一緒で、うんうん、もう市長盛岡市でも喜んじゃって、うんうん、そのニューヨークタイムズのライターをわざわざその市役所に招いてお礼を述べるっていうですねすごくなんか漫画みたいなこともあったりとか。そっか、でもすごいことだね。だからまあ近い範囲に本当見どころがいっぱいあるっていうのはそうなんですよ。いいかもしれない。つなぎ温泉ってさっき言ったのも、うん、まあこれをきっかけにあの盛岡つなぎ温泉っていう名称をついこの前変えたりとか、うん、そうなんだ、盛岡つけたんですね。なるほどね。コースつけて盛岡にあるつなぎ温泉なんだよっていうことをちょっと強調してオフィシャル変えて、で観光協会への、うん、あの問い合わせも今 1.7 倍とか8倍ぐらいになってるらしいんですけど、よく調べてらっしゃいますね。じゃあ自治体も頑張ってるから。そうなんだ。高橋さん、今までそんな盛岡愛あったんですか、やっぱ住んでた時もね。住んでるわけじゃないですか。まあ、あの住めば都っていうのはあるんですけど、うん、あので、あ、私盛岡住んで4年目なんで、うんうん、あ、まあ、あのなるほどなとは思ったんですけど、うん、これあのすごく大きな弱点がありまして、うん、こう今言ったみたいに、うん、めちゃめちゃあのプレゼンする人、語りたい人が近くにいて、あのそれを聞きながらじゃないと、うん、ものすごい歴史とかそういう歌人とかさっきのジャズとかみたいに、うん、教養がもともとある人じゃないと楽しめないっていう。あ、そっかそっかそっか。そうなんですよ。ちょっとでぼーっとしてなかなかどうしても分かんないからね。そうか。でも海外の方はいち早くそういうのにね、目が気づかれて、ね、だから本当旅行好きとか通の人からしたらもう最高の、うん、はでも魅力が気づかれ始めたからですよ。すごい人気になるんじゃないですか、盛岡。そう、今あの、うん、そう、観光協会の問い合わせも含めて外国人の姿もこう見られるようになったので、うん、なるほど。これ本当にね、でまたもしかしたらね、来年また別のあの今年行くべき旅行先で別の場所が選ばれちゃう可能性ももちろんある。まあ、そうですね。結構この1年正念場かなと、盛岡の観光としては。今日はだから高橋さんはゴールデンウィークはどっか行ったんですか。あ、ちょっとですね、微妙に仕事もあったりして、ちょっと今も盛岡にいるんですけど。そうなんだ。あの、最新のナイツの好きネタランキング1位なんですか。おー、そこしますか。変な声出た。なんかびっくりした、まあ、変な声出た。いやいやいや、半年以上経ちましたからね。やっぱり、あの、チャキチャキヒルドにはかなわないんじゃないですかね。チャキチャキヒルド。あ、言ってた言ってた。わけわかんないキャラクターなんでしょ。中谷さん、ありがとうございました。また電話くださいね。お待ちしてます。はい、ラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ビッグカメラ節電節水全力応援。節電なら省エネエアコン。対象エアコンへの買い替えで最大3万円引き。節水ならドラム式洗濯機、買い替えで最大1万円引き。さらにポイントサービス、節電節水家電がお得。詳しくは店頭ホームページで。いった、あった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 、いった、思わず出てしまうこんな声。あなたもいつか治ると我慢しないで、再春館製薬所の通産湯を始めませんか。通産湯は漢方に学んだ医薬品、5つの生薬が膝、肩、腰の痛みを徐々に和らげます。無料の試供薬のお申し込みは 0120-305-305 305-305、 送料無料です。通産湯は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。宇賀なつみです。毎週日曜夜8時からお送りしている展開図、5月7日は半年間の半育休から復帰した編集者音声プロデューサーの野村貴文さんがこの半年の実体験を語ります。お仕事と育児のバランスはどうだったのか、お聞き逃しなく。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は今年の1月にご紹介してご好評いただいた九州産特大うなぎ長焼きがこの番組に再登場です、うん、ちょっとこちらのうな重をまずご覧ください。でかすぎるよ。大きいね。まあね、重からはみ出てるんですよ。入らない、ね、長さが違います、うん、はい、そうなんです。倍ぐらい。美味しくてボリュームがあってお買い得な特大うなぎ長焼きは TBS ショッピングの人気商品なんですよね、うんうん、このお重に入らないほど大きい特大うなぎなんですが、実は今日ご紹介するのはこれじゃないんですよ、はあ、これまでの特大うなぎよりもさらに大きい、うん、もっと大きい、こちら、あ、でっか、皆さんのお手元にあります。いや、もうダブルじゃん。そう、うん、
普通の大盛りがダブルぐらいの大きさですよ。でかっ。これで一匹というか、そうなんですよ。これまでの特大うなぎというのは1尾およそ 200g なんですが、こちらは1尾およそ 250g から 280g もあるんです。もちろんうなぎは国産で、産地は宮崎鹿児島などの九州産です。まあ、これだけ大きなうなぎは数が少なくて希少なんですが、特大うなぎを提供してくれる鹿児島県指宿市の水産加工会社が TBS ショッピングのために今回も特別にご用意してくれました。水産加工会社の方のお話では、大きいうなぎというのが身が柔らかくて脂が乗っていて美味しいそうなんですよね。はいはいはい、どうですかお味。ふわふわですね。と脂乗ってる、脂がすっごい乗ってて、すごいとても美味しいですね。あ、ちょっとちぎって口に入れただけでも口の中がうなぎでいっぱいになるぐらい、うまい、一発ですよね。あれも最高。指宿市で長い歴史を誇る水産加工会社が手掛けた一品で、加工にもこだわりがあるんです。まずうなぎは熟練の職人が一尾一尾丁寧に手でさばいています。続いて備長炭も使った遠火の強火で、身と皮目をこんがり白焼きにしてから一度柔らかく蒸し上げます。その後秘伝のタレを使ってタレ付け4回焼き3回と何度も繰り返すことで、外は香ばしく中はふっくらと焼き上がるんです。こういうことか。本当香ばしくね、そう焼けてますね。焼き加減が絶妙ですね。上手なんだね。お召し上がり方も簡単で、出来たてを急速冷凍して真空パックにしてあるので、袋のまま湯煎するだけで作りたての美味しい長焼きをお楽しみいただけます。これが国産で特大を上回るサイズとなるとお値段が気になりますよね。実はこれだけ立派なうなぎとなると店舗で売るには単価が高くなってしまって、かえって売りづらいなどの理由から、今回も特別に数量限定のお買い得価格が実現しました。ではちょっとお値段を発表します。九州産特大うなぎ長焼きは1尾およそ 250g 以上の立派なうなぎが2尾にタレと山椒もお付けして、値上げする商品が多い中、お値段据え置きの税込み6,990円。6,990円です。すごい。こちらちなみに贈答用ですと合計 500g で 18,500円する高級品です。すごい。すごい。贈答用の半額以下。半額以下ですよね。でも家だったらね、これでいいですよ。無駄じゃないから、そして倍の4尾セットはさらにお買い得です、単品合計価格税込み 13,980円のところ、2000円引きの税込み 11,980円。11,980円です。これうな丼にしますと20人前のボリュームで、この4人前じゃないよねこれは。だからどう考えと、そうなんです、すごい。ただし数に限りがありますので、お申し込みはお早めに。賞味期間は製造日より冷凍で2年です。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。インターネットからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングと検索してください。ただいま特特クーポン祭りを開催中です。本日ご紹介した商品を明日までにお買い上げいただいた方全員に次回使える 10% オフクーポンを差し上げます。 TBS ラジオショッピングでした。金目潤です。土曜の夕暮れ時、マジックアワー、リゾートホテルでほっと一息つきませんか。今月のお客様は歌舞伎俳優の尾上松也さん。俳優としてのキャリアのスタートやターニングポイントとなった作品について伺います。金目潤のマジックアワー、今日夕方5時から。あなたの愛車一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか。実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。たった1分、愛車の情報を入力すれば最大10社の査定額が届きます。比べれば一番高く売れるところがすぐわかる。車を高く売りたいなら車たかしで検索。自社の製品が思うように広まらない、 SNS を活用した企画を立てたいとお悩みのあなた、 TBS ラジオでは音声コンテンツを活用したポッドキャストや SNS などさまざまな企画であなたのニーズにきっちりお答え。資料は無料でダウンロードできます。TBS ラジオ営業サイトで検索。時刻は10時48分です。ここで三共消毒がお送りする TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、お願いします。はい、お伝えします。
石川県珠洲市で震度6強を観測した地震を受けて、珠洲市は今日、人的被害や道路、建物の破損状況など調査を始めました。また、昨夜9時58分頃に発生した震度5強の地震でも、家屋が倒壊したり、土砂崩れが起きたりしたという情報が寄せられていますので、その確認も急いでいます。珠洲市では今朝から雨が降り、明日にかけて大雨も予想されておりまして、地盤の緩みによる土砂崩れへの警戒も必要です。一方、石川県の馳浩知事は、珠洲市内を視察して、被災者の住まい確保などの対策を近く国に要請すると表明しました。県は珠洲市と輪島市、能登町に対して災害救助法の適用を決めております。アフリカのコンゴ民主共和国で大雨による洪水が発生し、少なくとも200人が死亡しました。5日、大雨による洪水が発生したのは、コンゴ民主共和国の東部、南キブ州で、地元の市民団体のメンバーは、227人の遺体が見つかっていると話していて、今後さらに死者が増える恐れがあります。また、怪我人も多数いるんですが、治療にあたる医師が足りないほか、家や学校、病院などが押し流されてしまって、被災者は外で寝ることを余儀なくされているということです。この地域で洪水や土砂崩れというのは珍しいことではなくて、コンゴ民主共和国のお隣、ルワンダやウガンダでも3日、130人以上が死亡しています。それから昨日夕方、群馬県みなかみ町の利根川でラフティングボートが転覆して、埼玉県伊奈町の19歳の男子大学生が行方不明になっていますが、現場付近で今日、男性1人の遺体が見つかりました。警察は行方不明になっている大学生の可能性があるとして身元確認を急いでいます。現場はみなかみ町の諏訪峡大橋の下流で、ラフティングツアーがよく行われているエリアです。それから沖縄県の宮古島付近で起きた陸上自衛隊のヘリコプター事故は今日で発生から1ヶ月となりました。ヘリコプターには10人が乗っていて、これまでに6人の死亡が確認されましたが、依然として4人の行方が分かっておりません。捜索が続いています。この事故で第8師団の坂本雄一前師団長ら幹部を同時に失った衝撃には深いものがあって、陸上自衛隊トップの森下康則陸上幕僚長は、隊員が精神的に弱くなっている部分もあると話していて、部隊の幹部不在の痛手を率直に認めています。第8師団というのは、熊本、宮崎、鹿児島の3県の防衛警備に加えて、有事には南西諸島に展開する役割を担っていますので、早急な体制立て直しが課題になっているところです。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤義則さんでした。シロアリ駆除なら家の周りで羽アリを見つけた。それはシロアリの危険信号。 TBS ラジオショッピングと産業消毒の共同企画、調査見積もり無料シロアリ駆除サービス、 0120-234-954 まで。産業消毒がお送りした TBS ニュースでした。新潟エリアで美味しいエリア拡大中。おすすめ美味しい味噌ラーメン食べてみて。時刻は10時52分です。ここでエビせんべいの里御殿場店がお送りする TBS ラジオゴールデンウィーク交通情報です。警視庁の楠葉恵美さん、お願いします。はい、東名高速道路の上りは用賀の先を先頭に3キロ、東京料金所からは10分、中央道の上りは小仏トンネルで12キロ50分、首都高4号線幡ヶ谷あたり先頭で6キロ、高井戸からは15分です。外環道の内回りは戸田西の先、先玉大橋付近事故一報です。渋滞は3キロ10分。千葉の京葉道路の下りは船橋料金所で1キロ5分です。一般道は神奈川の国道16号下り、横須賀駅方向、田浦駅入り口交差点の先、倒木のため一車線が通れません。埼玉では県道埼玉春日部線の上り、見沼区の大和田交差点で1キロ半。
都内第一京浜の上りは新橋2丁目前にあった事故の調べを行っていて右側が通れず流れが悪くなっています。警視庁から以上です。楠葉恵美さんありがとうございました。次の TBS ラジオゴールデンウィーク交通情報は11時27分頃お伝えします。えびせんべいの里は御殿場インターから車で1分、1階は試食ができる販売コーナーと女性に嬉しいパウダーコーナー、無料のドリンクコーナーもあります。2階では富士山を眺めながらゆったり休憩、土日はおせんべい作り体験も。えびせんべいの里御殿場店にぜひお越しください。時刻は10時54分です。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の池田沙耶香さん、この後お天気下り坂なんですよね、うん、そうなんです。都内とか関東南部は今日いっぱいギリギリ持つかなとは思うんですけれど、で今気温が上がってきています、はい、うん、今練馬では 28.8 度まで上がって、28.8 度、そうなんです、那覇よりも暑いです。今日30度近くまで上がるところが多くてですね、7月上旬から中旬、7月上旬、今年はなんか異例の暑さで暑くなりますね。夏日ありましたしね、季節が早い、ちょっと前倒しな感じですよね。今日二十四節気の立夏、立つ夏と書いて、ね、うん、暦の上では夏、うん、そうなんですよ、暦の上では今日から夏って感じなんですけど、もう一気に夏本番、本来だとまだ23度ぐらいなんですけれど、かなり前倒しで暑いんですよね。でちょっと湿度もありますので、熱中症には十分気をつけていただければと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。気象予報士の池田沙耶香さんでした。ありがとうございます。この番組本当かな、青少年に悪影響あるかも、人権侵害じゃない、どうだろう。より良い番組のあり方を考え意見を出し合う第三者機関 BPO 放送倫理番組向上機構。いただきます、おいしいね、愛に満ち愛されるスーパーロピア、ロピアで始まるから、試食生活ラブラブロピア、楽しく感動できるスーパーロピア。ラジオネーム、ちょっと変わったラジオネーム、やっぱり妻には小さい方を見せたというラジオネームなんですけど、ここまで難点って、あーたね、ずっと仕事をしてた上に朝の仕込みで配送品を持ち上げたら腰がぐきだって、あら今は腰にサポーター巻いてるんだけど、うん、左足にしびれむくみがきて歩くのも大変で精神的にもボロボロですよ。らららら、ゴールデンウィーク明けにすぐ整体に行きたいです。ああ点数はマイナス5000点ですよ。うわ変だ、こういうまたやってないからね、そうだよね、病院とかも病院とかやってないから最悪ですね。まあでもメールねするほど元気があるわけだからね、うん、動けないからじゃない、動けないからもうそれぐらいしかないのかな、のかもしれないね、お大事にお大事にください、ね、マイナス5000点ですって、あこれもちょっと良くないか、宮戸川さん、ゴールデンウィーク2日前に前歯が欠けました、通っている歯科はお休みです、ここまではマイナス50点ですが、不幸中の幸いとして特に予定がないので誰にも会わないこと、マスクしていても不自然じゃないこと、痛くも何ともないことで20点取り戻してマイナス30点、そして一応柔らかいものを食べようと思いレシピを検索して料理していたら新しいレパートリーが増えたのでプラス30点、結果0点のゴールデンウィークです。いい考え方、プラマイゼロになったという ね、うんうん、まあだから先ほどの人も、うん、ちょっとマイナス5000点は取り返せるか分かんないけど、なんかね、うんうん、まあそうプラマイゼロにね、プラマイゼロに持っていければまだね、素晴らしい考え方だね、うん、それはね、ね、うん、デレスケ野郎さんです、はい、3日4日5日と朝6時に花火を打ち上げており目が覚めてしまうの10点です。花火、ネットでいろいろ調べてますが、ああ何のために花火を鳴らしているのか分かっていません。6時、6時、うん、朝、うん、茨城の方ですけど、なかなかそれはびっくりしますね、うん、ご近所の方もね、なんかやってるってことでしょ、イベントは夜の今日開催するよっていう、なんだろうね、ちょっとやだよ、これはちょっと近い人やだね、
そうだね、で調べても出てこないんだ、何のための花火か、プライベートかなそうだ、ね、プライベートで花火上げてんのかな、トレーニング、ちょっと今のところいいゴールデンウィークの人いない ね、 ないね、あんまり、まだ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 お待ちしてます。はい、上信越道リニューアル工事のお知らせです。5月8日から松井田妙義インター高速ジャンクション間の3つの区間で終日通行規制を行います。渋滞を予測しています。詳しくは高速リニューアルで検索。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本。うわー美味しい、取ったままの生蜂蜜ってこんなに美味しかったの。そう、本当に美味しい国産蜂蜜なら国道50号沿い佐野と岩船の天狗屋養蜂店で、横浜石川町店軽井沢店もよろしくね。蜂蜜の天狗屋。